デジタルカメラで星空を撮ってみようということで、最近ですね、見た方もいらっしゃるかもしれないですが、店頭でこういう形で実は、星空を撮ってみようというですね、リーフレットをお配りしております。で、実はですね、ここにあるようにオリンパスとビクセンさんと一緒にですね、これ共同で作っておりまして、で、オリンパスのカメラとビクセンさんのこのポラリエというですね、これまた、ご紹介いたしますけども、そういう製品を使って最近ではもう結構ですね、一般の方も簡単に星空を撮れるようになってきてますので、結構興味のある方がね、だいぶ増えているということで、今日はそのビクセンさん の, 北山さんに来ていただきまして、いろいろ一緒にですね、その星の撮り方みたいなところをお話ししていきたいなと思っております。北山さんはね、ビクセンさんの社員でありながら、もう写真家と言ってもいいぐらいですね。はい。そうですね。駆け回ってですね、はい、もう本当にすごい写真もたくさん撮られてますので、後半、いろいろ解説を聞きながらですね、この写真は、どういうところで撮ったのか、いろんな情報をちょっとお話を聞けたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずですね、こういう形で、星を撮るには、オリンパスのカメラをお持ちの方でですね、どういう準備をして、でどういう設定で、撮っていけばいいのかというのを、簡単にご紹介していこうかなと思っております。で、ちょっと今日始まる前にいろいろ打ち合わせしたんですけども、なかなかやっぱちょっと1回ではそうですね、話し尽くすのは難しそうだということで、ちょっと続編でですね、また企画したいと思っております。はい、で今日はまず、その準備のところと、あと普通にこう点としてね、こう写真、星を撮るにはということで、このパンフレットを見るとね、こう点がたくさん、こうお星様がたくさんある写真とか、あと線でね、こう流れてる写真もあるんですけども、その辺いろんな撮り方がありますので、今日はまず基本的にですね、星そのまま見たまんまですね、こう点で撮るというのは、どうしたらいいかというところを中心にお話をしていこうと思っております。一応2時間のお時間なんですが、途中途中ですね、その設定とかですね、細かいところを北山さんにお聞きしながら、はい、進めていきたいと思います。はい、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。でまずですね、そのお話に入る前に、ちょっと、私も、素人ではあるんですけども、星の写真結構ね、興味を持ちまして。お、本当ですか。で実は星についての知識と全然ないくせに、ちょっとですねオリンパスで2年ぐらい前ですかね、12mm の F2 っていう明るい広角のレンズが出たんですけども、はい、それが出た時にですね、これ何を撮れば一番こう PR できるかなと思った時に、なぜかこう星が頭に浮かびまして、それがきっかけでちょっと撮るようになったんですけども、はい、最近ね、カメラもだいぶ進化してるんで、私みたいな素人でも結構それなりの写真がちょっと撮れちゃいましたので、そこからちょっと見ていっていただこうかなと思います。で、プロの写真はちょっと後でじっくりと、見ていただきますので、まずはちょっとじゃあ私の撮った写真を恐縮ですがちょっと見ていただけますでしょうか。はい。でまず私もですね、いろいろネットでいろんな情報を見ながら、どうやって撮ればいいのかというのは、独学というか、情報を寄せ集めながらこうやってですね、まずはちょっと最初自宅の近くで練習しました。夜ですね、一人でちょっと寂しくこうやってみたんですが、それなりにこんな感じになるんだなっていうのがつかめましたんで、早速ちょっと夜中ですね、車で当時ちょっと私福岡に住んでたんですけども、そこから大分の湯布院、結構ね温泉で有名なところがありますけども、そちらに行きまして、湯布岳っていうね山があるんですが、そこでちょっと撮ってみたんですね。それがこちらの写真です。で、この時はねもう何も本当わからないんですけども、結構その時に結構ですね、写真展でなんか月の明かりでですね、この風景を撮ってる方の写真展をちょっと見たことがあって、はい、でそれだったらちょっとやっぱり満月の時なんかこうね一番明るくていいかなと思って行ったのがこの時なんですけども、なるほど。結構ね、月明かりで星があんまり見えないっていうのは、後からよく分かったことなんですが、この時その撮った写真ですね。で、ちょっとね、星の存在感があんまりないかなっていうところなんですけども、その時ちょっといろいろネットで見ながら、やってみたのが、その合成するやり方っていうのをですね、ちょっと知りまして、でちょっとそれをやってみました。それがちょっと次の写真なんですけども、
まあ、こんな感じですね。まあ、比較名合成って言って、ちょっとこれはまた、次週のお話になるかもしれないんですが、連続して撮ったものですね。まあ、普通、フィルムの時代だとずっと開けっぱなしっていうことを、まあ、されてたんですけども、まあ、デジタルの時代になって、まあ、もちろん開けっぱなしで撮る撮り方もあるでしょうけども、こういう、まあ、明るいところだと、風景とかがね、露出オーバーになってしまうんで、ある程度の時間で区切ったものをこうつなげるっていうやり方を知りましてですね、うん、でやってみたのはこちらなんですね。綺麗ですね。で、1枚ではちょっと全然存在感がなかった星がこうつなげるとぐっとですね、存在感が出てくるんだなっていうのを知りまして、うん、ソフトでこうつないでこれが出てきた時のこの感動っていうのは結構はまりましてそこから結構ですね、やり始めましてですね、最近はその撮った写真をまあ、オリンパスの、ね、カメラでタイムラプス動画という機能が最近ついたんですけども、はい、まあ、当時はなかったんで結構フリーソフトでそういうのをやってくれるソフトがあったんで、ちょっとそれをつないでみたのが次のムービーなんですけども、今ねこの写真では傘がかかってましたけど消えたり出てきたりね、ムービーの中ではしてました。これはごめんなさい、これじゃなかった。次これはもう一回同じところで撮った写真なんですが、まあ、1枚写真と次がまた合成したやつですね。ごめんなさい。でこれをちょっとつなげたムービーがありましたね。でこんな感じで徐々にね、お動いてますね。 雲がね、はい、最初なかったんですよね。それがこう出てきたり消えたりしながら見てて結構面白かったんですけど、まあ、実際こんなスピードじゃないんですけどね、うん、ゆっくりゆっくりなんですが、みるみるこうかかってきて、まあ、写真ではあんなふうにですね、かかった状態がまあ残ってるわけなんですが、うん、まあ、そんな動画もね結構面白いですよね、これね、うん、もう今簡単に結構こういうの、そうですね、これはもうカメラで今できてしまうところまで来てますんで、はい、じゃあ次また進めてください。でまあ、これも今度は阿蘇に行った時の写真かな。これ結構最近というか、まあ、今年のお正月ですね。カメラはその時は EM5 ですね。でこれはまあちょっと夜中なんですけども、その月明かりが若干ありましたね、ただまあ半月よりちょっと欠けたぐらいだったんで、うん、まあ、ちょっと長い時間開けとかないと明るくならなかった感じですね、うん、でつなげて撮ったのが次かな、次動画でしたっけ、動画を入れましたね。オリオン座がこう、オリオン座だけは僕知ってたんですけどそれが動いてくる様子が動画で見れるかな。これは沈んでいくオリオン座とか西側の方角ってことですね、うん、でつなげたのが次の写真ですね。な感じで、さっきはね北側だったんでこうぐるぐる巻いた感じでしたけど、これはまあ西の方なんでちょっと斜めに降ってくるようなイメージですね、うん、で次がですね、まあ、これもまた湯布院の方の写真ですね。でこれも全然1枚撮ると星あるのかないのか分かんないぐらい全然見えないんですけど、この時も結構次また動画だと思うんですが、風が結構あって雲がね動いてました。で動画で見てもやっぱ星わかんないんですよね。でも、うん、さっきの合成をするとそれなりにこう、お、ね、これやっぱりこのつなげた時のこのね感動やっぱりすごいですけどなかったものがこうねパッと浮き出てくるんで、うん、これ結構ハマりましたね。でまぁ、あ、ちょっとまた別な日に行ってですね、レンズを変えて45mm の F1.8 っていうのをちょっと撮ってみたのがこちらですね、うん、山の部分だけちょっとクローズアップしたような感じになってます、うん、で次は何でしたっけね。今度はまあ、これも九州なんですけど、北九州の方に平尾台って言ってカルスト台地があります。でそこ結構ね、まあ、北九州、まあ、都会なんで周り、まあ、それなりにちょっと明るいんですけど、まあ、星の観察ポイントとしても結構有名らしくて、たまたま行った時はですね、なんか流星群来てた時で、まあ、結構ね星を見に来てた方がいらっしゃいました。でっかい望遠鏡にカメラをつけてっていう方もね、はい、いらっしゃって、ちょっとそんな中で私も遠慮しがちに撮ったんですけど流星は撮れたんですか。流星はですね、あんまり僕はうまく撮れなかったですね
結構ね、撮るだけじゃなくてやっぱ見に来てる人結構多かったですね。で、まあ、そのカルスト台地の岩が月明かりで写っているような写真ですね、うん、はい。で次もそうかな。次は今度はね、これ春ですね、桜の季節に、あの夜桜はライトアップが終わって、まあ、これも月明かりなんですけど、うん、まあ、ちょっとね下入れなきゃよかったなと後から思いましたけど一応水に反射してたんでちょっと下も入れてみたんですが、あんまりちょっとね星までは反射しなかったんですね、うん、どちらで撮られたんですか。これはですね、あの久留米の方にある浅井の一本桜っていうちょっと有名な桜がありまして、はい、まあ、そこに行ってましたね、はい、なるほど。あと次がこれも比較明合成したやつなんですけども、阿蘇の草千里って結構まあ観光地で有名なところで、はい、まあ、皆さん車でよく、ね、行かれるんですよ。すごい量ですね、星が。そうですね、かなりやっぱりこの日はやっぱり月明かりがもうなかったんで、かなり星がたくさん見えてましたね。うーん、ちょっと雪が残ってるぐらいの季節ですね、なんでまあここね、あの阿蘇といっても車で上まで行けちゃうところなんで、もうなるほど、すごく楽に行けるんですね。その割にまあ当然こんな時間写真撮ってる人が他にいなくてですね、この有名な観光地をなんか独り占めしたような気分で、まあ、それはそれで気持ちいいですよね、やっぱね、こうおすすめです。であと、あの都会でもね結構、まあ、見える星の数は少なくなりますけど、一応まあ、つなげてみると、うん、まあ、それなりにこう存在感が出てくるという話を聞いて、うん、これはあの福岡の、まあ、福岡タワーなんですけども、まあ、そこでちょっと撮ってみました。まあ、さっきの、ね、写真に比べると星ちょっとかなり薄くはなっちゃうんですが、一応まあちょっと画面で皆さん見れるかどうか微妙かもしれないんですけど、一応後ろに線として、ね、こう横に南側の方で出てますかね。星の動きの中にまた別の奇跡みたいなとか。そうですね、これは飛行機ですかね、こういった画面の中に一緒に映り込んでくることもあると、ね、どうしても都会に行くとやっぱりいろんなヘリコプターが多いですよね、うん、まあ、それはそれで、まあ、面白いっちゃ面白いかもしれないですね、うん、じゃあ次をお願いします。これはですね、ホタルですね。綺麗ですね。5月だったか6月だったか、結構ですね、まあ、ホタルの有名なところに行って、はい、で周り結構曇ってたんでですね、まあ、ホタルしか撮るつもりなかったんですけど、たまたまこのピンポイントでここの場所だけ晴れてくれたんでですね、まあ、それだったらせっかくなんで星を入れたらどうかなと思って、はい、ちょっとホタルと星をちょっと入れてみました。なかなかこうホタルが見れるときは空が曇ってたりとか、うん、また逆もしかりということ で、ね、なかなか一緒に写すのって難しい被写体としては有名なんですけど、こんだけ綺麗に撮れてるってすごいなと思います。ありがとうございます、はい、というところで、まあね、後でまたプロの写真はじっくりご覧のいただくこの後だとレベルが高くなっちゃうから、ね、で、まあオリンパスのカメラで、まあ、ここまでもう今ね撮れるようになってますんで、まずじゃあ準備としてね、どんなものを揃えたらいいのかというところで、はい、まあ、機材の準備だったりとか、はい、いこうと思います。じゃあ切れちゃってる、再生、切れるね、寄せる、寄せて、これで再生？伸ばすしかないよね。伸ばしましょうか。おどたばたしてる感じがまた。伸ばしたときに、こいつはどうなんだ。これは伸びない。表示。すいません。表示。拡大縮小。ウィンドウに合わせる。うん、これでいいからですね。これでいきましょう。こんな感じですね、はい、はい、ではちょっと画面を切り替えていきます、はい、でまあ事前準備編ということで、はい、まあ、まずねカメラですね。でちょっと文字がずれちゃったりしてますけど、まあ、カメラといってもですね、どんなカメラでもいいわけじゃなくて、やっぱりまあミラーレスの、まあ、レンズ交換式のものだったり、はい、あとコンパクトでも、まあ、うん、XZ2 これマニュアルフォーカスができるんで、
まあ、基本的にマニュアルフォーカスはできないとオートフォーカスピント合わないんですね、うん、その辺の機種ですね。まあ、さっき見ていただいたように、まあ、これより前の機種、まあ、P3 とか、まあ、E5 でも撮ってますのでもちろん撮れます、はい、ただまあ最近の機種になればなるほどやっぱりこのイメージセンサーの、ね、特性が上がってるんで、はい、画質がすごく良くなってますよね。もちろんあの最新機種の EM1 もそうですね。もちろん EM1 もそうですね、はいはい、あとレンズですね。でやっぱりあの明るいレンズですね、うん、そうですね。で特にあのミラーレスなんで、あの、まあ、ファインダーも EVF だったりとか、あとあの、まあ、液晶越しにこう見るんで明るい星を探してですね、あの、まあ、ピント合わせたりするんですけど、レンズが暗いと結構ねそれ、まあ、見えなかったりとかありますよね、はい、ありますね。なんでこの単焦点で、まあ、さっきもお話した 12mm の F2、まあ、これが私の星を撮るきっかけのレンズなんですけどまあこれはもう私の一押しですね。あと最近ではこのちょっとね、まあ、狭くはなりますけど 17mm の F1.8 なんか、うん、まあ、これも結構使ったりします。北山さんどんなの？私も同じく 12mm の F2 と、また 17mm の F1.8 をまあベースに、でもうちょっとあの流星群とかで、まあ、広い画角のものを撮りたいなと思った時はフィッシュアイのレンズを使ったりとかしてますね。フォーサーズレンズのねフィッシュアイもこのアダプターをつければまあミラーレスも使えますし、はい、あとさらにね、まあ、12mm よりもまあ広くということで、まあ、魚眼ではないタイプだとまあ9から 18mm っていうのがあります、はい、あとちょっとね画角はぐっと狭くはなるんですけど、まあ、45mm とかですね、あと 17mm の F2.8 なんかもお持ちの方はまあやってってみたらいかがかなっていうことですね、うん、はい、まあ、45mm なんかだと、まあ、画角は狭くなりますけれども、こう山頂に沈む月を撮ったりとか、あ、まあ、そういった方で使われている方多いので、なるほど、はい、それもそれでおすすめですね。あと 75mm なんかもね、いいですね、はい、はい、でまあその辺、まあ、明るいレンズとその他ですね、やっぱりアクセサリーとしてちょっと用意しておいてほしいのが、もうちょっと画面が下まであるんで、この辺かな、ここまででも大丈夫ですね、はい、まあ、やっぱりどうしてもねなきゃいけないのは手持ちは取れませんので三脚大事です。大事ですね、はいはい、むしろ一番大事と言っても過言じゃないかもしれないですねやっぱりしっかりしたものが、ね、はい、いいですよね。そうですね、はい、あとレンズフードって一応入れたんですけど、まあ、撮る場所にもよるでしょうけど、まあね、あの車が通るようなところだったら、はい、まあ、車のライトとかね邪魔になりますし、はい、これをつけてると結構あの梅雨よけにもなるって聞いたんですけど、どうですか？そうですね、まあ、つけてた方がいいですね、はい、あと本当に真後ろに街灯がある時とかも特に、ね、はい、必要ですね、まあ、三脚、まあ、雲台も含めてしっかりしたもの、はい、で、まあ、レンズフードで、あとリモートケーブルですね、これも大事ですね。まあ、カメラに、ね、こう直接押すっていうと、まあ、ブレの原因にもなりますし、はい、まあ、あと、ね、バルブ撮影なんかでこうロックしたりとかね。そうですね、はい、でこれあのカメラによってですね、まあ、最近のカメラは RM-UC1 というものなんですけども、まあ、E シリーズのですね、フォーサーズの一桁台 E1、E3、E5 というのは RM-CB1 というものになります。あとあのテープってちょっと書いてあるんですけどいきなり文房具ですね、何だろうと思われるかもしれないんですが、これあの後でちょっとまあピントの話になるんですけど、はい、まあ、マニュアルフォーカスでピントを合わせた時にずれないようにこうちょっと固定しておくっていうためのものですね、はいはい、まあ、それを用意しておいていただくといいと、はい、あとはあの回路ですね、これまあ自分も寒いんで自分用もあった方がいいと思うんですが、もちろんポケットには常備しないといけないですね、あとあの一番やっぱりこう撮ってて、まあ、大敵というかですね、困るのはあの夜露で曇っちゃうということが結構あるんですよね、はい、ありますね、これ普通の使い捨てカイロだとなかなかあの人肌の温かさとかがないとすぐ冷たくなっちゃうとダメだっていうお話なんで、はい、これのカイロっていうのは基本的にはあの熱がちゃんと出るもの、そうですね、はい、ちょっと特殊な、まあ、登山用の道具とかの中であの切り灰回路とか呼ばれる、まあ、結構こう長持ちするタイプのですね、まあ、そういった回路を使うと強い気もできるかなと思いますし、うん、あとはまああの電熱線、まあ、ちょっと特殊なものですけれども、まあ、いろんなあの
持ち運び用の回路というよりももうちょっとバッテリーとかを使った、まあ、ヒーターと呼ばれるものですね、はい、そういったものもございますので、はい、あの望遠鏡、天体望遠鏡用のものがビクセンさんから出てるということで、はい、そうですね、一応名前、梅雨よけヒーターという、まあ、そのままの名前なんですけれどもまあそういった商品も出してて、まあ、望遠鏡の梅雨よけ対策で使われるというのが基本なんですが、まあ、あのもちろん成形写真の撮影でおいても使えますので、はい、おすすめかなと思います。まあ、しっかりしたものをまあ用意した方がいいですね。そうですね、はい、まあね、普通の使い捨てカメラで安心して結果ダメだったらがっかりしちゃいますからね、はい、それ長時間録音中に曇っちゃったっていうよくありますね、まあ、私もよくあるんですけど、はい、あれどうしようもないですよ ね、 どうしようもないですね、途中で拭くわけにもいかないし、もうそこで終わりですよね、はい、はい、だからもう気を使わなきゃいけないところですね、はい、あとあの懐中電灯ですね、やっぱり暗い中での撮影になるんで足元を照らすっていうのもありますし、はい、あとあの、まあ、カメラの、ね、こう設定とか、ね、あのボタンとか、まあ、暗闇の中で手探りで、ね、分かる人はもう稀だと思いますので、はい、あのやっぱりこれ必要ですね。でちょっとこれさっきお話聞いたんですけどもあの、まあ、誰もいないところであれば遠慮なく、ね、あのライト使っていいと思うんですけど、他に撮影する方がいた場合やっぱりその他の方の、ね、録音の邪魔になったりすることがあるんで、はい、セロファンでしたっけ。そうですね、赤いセロファン、あの赤いセロファンで、まあ 赤い光というよりもまず光を落とすことが大変大事なので、まあ、光量を落とすことが大事なので、まあ、ところで、あと赤いセロファンをつけることによって他の方の録音の邪魔にもならないようにすると、まあ、これはあの基本的に100円ショップとかでも実は売ってますので気軽に手に入るものですね。なるほど、はい、まあ、それをこう前につけると明かりのところに取り付けるという形ですね、はい、うん、あと時計って書いてあるんですけど、これはそうですね、あの長い時間、まあ、例えばバルブとかで何分とかね、うん、はい、自分で測ったりとか、あとはあの、まあ、連続撮影とかするときもね、あの時間を測るのに回った方がいいかなというところですかね。そうですね、はい、あとあの天体用のアプリって最近あったりするんで、はい、あのビクセンさんからも出てましたよね。そうですね、まあ、はい、あの特に最近今話題の水星向けのコメットブックというアプリを配信させていただいてまして、はい、まあ、こちらは本当にどなたでもダウンロードできる無料のタイプなんですけれども、これちょっと映せますかね、これ、はい、はい、はい、こういったタイプですね。こういったまあここに ありがとうございます、この真ん中の半円の部分がこう星空のまあいろいろ星座とかが描かれてるんですけれども、まあこれはちょっと彗星を探すためのアプリなんですけど、まあここのボタンを押したりしてこう今4つ実はあの夜空観測することができまして、まあ今本当に話題なのはアイソン彗星と呼ばれる、ちょっと白く飛んでますけど大丈夫ですかね、はい、このまあ2番目が実はアイソンと書かれてるんですけど、まあこれを押すことによってまあ今こういうふうに実はこのこうちょっとこう線になっているもの今5つ映っていると思うんですけれども、こちらがあの彗星のある位置を示してまして、まあ下がこう2つ実はバーがあるんですけど、これをこう動かすことによってちょっと動くのか分かりますか。これ実は私今あの時間を動かしてまして、まあ何時に見るっていう基本的なところですね、それを動かすことによって上の星図も連動して動くと。で下のもう一個あるバーの方ですね、こちらはあの日付、まあ、いつ、まあ、これはあの何日に見るかっていうところで、これも動かすと同じようにまた動くと、まあ、つまりこれはあの例えば12月の例えばですね7日に、まあ、今8日になってますけど12月の8日の自分が朝のこれ、まあ、今4時21分の大変中途半端なことになってますけれども、12月8日の4時21分だったら、じゃあ夜空にある彗星は何だと、それが分かると。今ここにあるのは今ラブジョイ彗星と呼ばれる彗星ですね、これ今大変明るくなっている話題の彗星なんですけれども、じゃあ北東の方角のこの位置を見れば今彗星が見れるというのがおおよそ分かると、うん、いったこういったものですね。便利ですねこれね、はい、でまあ、こういった今ビクセンから配信しているコメットブックというものですけれども、まあ、いろんなところで今アプリケーションで天体情報が実は多く出てますので、うん、気軽にこう夜空の情報が分かると。これ無料でいただけるんですか。これ無料であの Android でも iPhone でも両方対応してますので、うん、はい、でも手元に、ね、置きながら、ね、見ながらでいいですよね。そうですね、シミュレーション、うん、まあ、家の中でシミュレーションをしていざ出かけるという形ですね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、
であとそうです、ね、ソフトフォーカスフィルターちょっと下の切れちゃってますけどソフトフォーカスフィルターというのを入れてます。でこれはさっきね写真で見ていただきましたけどお星様案外、ね、目立たないんですよね。そうですね、ちょっと星が小さくて、はい、これを使うことで明るい星ほどこうなんかちょっと滲んでくれる感じですね。そうですね、はい、存在感が出てくる。そうですね、まあ、星座なんかをこう表現したいなと自分が思われたときにソフトフィルターを入れれば一個一個の点が大きくなるので、まあ、星座が配置が分かりやすくなると、うん、そういった写真も撮ることができますね、はいはい。まあ、これ必須ではないですけどね、まあ、まあ、あるとそんな風に。そうですね、まあ、いろんな構図、まあ、遊べますよっていうことですね、はい、というようなところでよろしいでしょうかね。じゃあ次、はい、次はカメラの設定ですね、はい。でまあ、これおすすめというかまあ、やっといていただきたいのはやっぱり事前に設定しておくということで、はい、現地で三脚セットしてからやると非常に大変ですよね。大変です、ま、周りは真っ暗な状態でボタンもよくどこにあるか分からない状態でやらなきゃいけないので、なんであらかじめ、まあ、ご自宅でやっといていただくといいと思いますね、出かける前に。でまずはちょっとおすすめの設定書いたんですけどレンズリセットっていうのがあってですね、これをオフにしておいていただくといいかなというのがあります。これ何かというと例えばマニュアルフォーカスでこうピントを合わせて中のレンズの位置がこう決まるんですけど電源を落とすとですねこれ初期設定だとレンズリセットがオンになっているんで、うん、そうすると所定の位置に戻っちゃうんでですねまた電源入れた時にピント合わせ直しということになるんですね、はい、これオフにしとけばそのままキープしといてくれるんで、うん、ちょっと電源切って移動したいという時でもですねさっきテープで固定したものがそのまま保持できるということで、はい、これをお勧めしております。はい、あとはこれもですね私最初罠に引っかかったんですけど、はい、液晶モニターですね。これ実はくせ者で、はい、非常に撮ってる時にはですね非常に明るく見えてですね当然暗い中真っ暗の中でこう撮ってるんで、はい、非常に明るく綺麗に撮れたなと思ったんですけども家に帰ってパソコンで見たらもう真っ暗な写真だったんですよ。よくやりがちなミスです、ね、そうなんですね。で液晶のモニターを頼りにこう撮っちゃいけないなっていうのをその時分かったんですけど、まあ、できるだけね見た目で判断した時に間違えないように明るさを一番暗くしておくといいかなというのがあります、はい、で最近のカメラですねP5 とかこの EM1 なんかっていうのはライブタイムとかライブバルブっていう、まあ、機能がついてて、はい、それをやろうとした時にですね勝手にもう自動的に暗くなってくれるっていう、はい、まあ、便利な機能もついたんで、まあ、その辺はねありがたいなと思うんですけども、うん、まあ、自分でねとりあえず一番暗くしておくといいと思います、はいはい、であと仕上がりのモードはまあまあ普通のまあナチュラルとかまあフラットとかでいいのかなと、はいはい、あと画質モードですね、まあ、JPEG だけでもいいのかもしれないんですけども、まあ、さっき話したようにちょっとね撮った写真せっかく何時間もかけて撮ったのにかなり暗かったとなるとやっぱりねこのまあローであれば多少ね画像処理ではあるんですけども画像の劣化がまあ少ない状態でこうね多少明るくできたりっていうのもあるんでまあ失敗をねある程度リカバリーするっていう意味ではまあローで撮っておいてもいいのかなと、うん、そうですね、はい、まあ、JPEG、まあ、どうせならね、いちいち全部ロー現像するのも大変なんで、一緒に撮っておくことをお勧めしています、はい。あと、露出モードですね、これ上のダイヤルモード、どこにするかというと、これオートだとなかなか難しいですよね、プログラムオートとか絞り優先オートっていうのはちょっと、そうですね、なかなか特殊な環境なんで、はい、ここはもう M モードになります、はい。で、絞りとシャッタースピードを自分で決めていただくと。はいはい、あと、ピントの方もですね、当然ちっちゃい星とか、まあ、ピント合いませんのでマニュアルフォーカスのモードで自分で合わせるということになります、はいはい、あとホワイトバランスですね。これなんかはいろいろお好みもあるんで、まあ、これじゃなきゃいけないというのは多分ないというお話なんですけど、はい、北山さんなんかはおすすめなのはどうですか、ね、そうですね、基本的にホワイトバランスはオートの撮影でもいいと思うんですけれども、
やっぱあの月明かりがあるなしで実は夜空の、あの暗さ、まあ、色とかは変わってきまして、うん、まあ、月明かりが出てると割とあの青い空、まあ、皆さんがよく見慣れてるというか、まあ、写真でよく見る青い空の写真なんですけれども、うん、これが月明かりが出てないと、写真を撮ると実は灰色の空になりまして、うん、なんかどんよりとした感じになってしまうので、まあ、そういったことは実はあのホワイトバランスを、蛍光灯であったりとか、はい、あと白熱とか、はいはい、そういったあの要は、ちょっと3000ケルビンですね、まあ、色温度の数値なんですけれども、まあ、こういった3000から4000ぐらいの色温度にすることによって、まあ、意図的にこう自分の好きな色に合わせることもできますので、まあ、ちょっと青みがかった空の色がいいなと思ったらこうホワイトバランスをあえて蛍光灯にしてみるとかでもいい作品になるかなと思います。うん、はい、これもローで撮っとけば後から変えられますんでね。はい、はい、であとリモートケーブルですね。これまあ先ほどちょっと、まあ、準備の中に入れましたけども、はい、これを取り付けるのはですねやっぱり、まあ、三脚セットしてからだと、まあ、ライトがあればいいんでしょうけどやっぱり暗い中だとねあれなかなかはまりにくいんですよ、ね、結構、ね、わかります。どっちが向きなのかわからないですからね。とりあえず取り付けておいて、まあ、車の中でね、まあ、取り付けるとか明るいところで取り付けておいて、まあ、運ぶと楽かなというところです。あとこれはちょっと私が思ったことなんですが、結構ねペンシリーズってあの電源のオンオフのところに青い LED がついててですね、はい、結構明るいんですよね。で普段はこれ、まあ、ありがたいんですけど、まあ、星の撮影となるとねやっぱり暗い中でこう撮りたいっていうのがあるんで結構気になるんでですね、ここ私なんかは黒いビニールテープでこう、うん、あの覆ったりしてますね。はい、はい、というところで、まあ、露出モード M、 ちょっとこれ言い忘れましたけどこの中にですねあのライブタイムとかライブバルブっていう機能も入ってますので、はい、まあ、これもですねあの使っていただくといいかなというところで、まあ、ちょっと後で、まあ、時間あったら紹介いたします。はい、はい、でそうですねあのロケーション、まあ、星がたくさん見えるっていうところはあのやっぱり暗いところですよね。ですんで結構ねあのインターネットとかでこう検索すると光害マップとかって検索するとあの日本のこの日本全体のですね明るさの分布みたいなのがなんか親切にね出てるようなのがあったりするんで、はい、まあ、そんなのを参考に、まあ、やっぱりねこう山の方に行かないと暗くなかったりっていうことですね。そうですね、はい、まあ、ただ今結構あの都内の明るいところでも星一等星とか明るい星は見えますので、ね、まあ、そういった写真も撮ることはできますね。はい、まずはねあのいきなりねそんなところ行くのハードル高いんで、そうですね、まあ、ご自宅の近くとか、はい、あの試してみていただくとあこんな風に撮れるんだなということで分かると思うんですね。はい、明るいうちにしっかりの規範で大きくなってますけどこれ大事、ね、本当に大事ですね。やっぱ周りが暗いところにいきなり自分が行ってじゃあ撮ってみようっていうとでもじゃあ何を撮ろうかって、まあ、当然なるんですけれども周りが暗いとも 何も見えないのでやっぱ事前にロケハンをして明るいうちにある程度の構造は決めておくと、うん、はい、でそれに合ったこうレンズも選びも事前にしておいてもう実際暗いところ、まあ、暗い時に行ってもすぐに撮影開始できるようにしておくっていうのが大変大事だと思います。そうですね、はい、いきなり知らないところで真っ暗だと怖いですね怖いですね、もうなんか小動物出てきたりとか、やっぱり星だけではなくてその周りの風景がね素晴らしいとまた写真もね変わってくるんで、はい、まあ、その辺もまあいいところ探していただくと、はい、そうですね。でまあまあ準備っていうのはまあこのぐらいのところで、はい、まあ、ちょっと実践編というところですねちょっとお話をしていこうかなとは思うんですけども、はい、で、まあ、さっきちょっと見ていただいた写真の中でまあこの線みたいにね木先になってるっていうのはちょっとまた別にしたいと思うんですが、あのまあ、星空見たようなイメージでこう点として写すっていうようなところでちょっとお話をしていこうかなと思います、うん、はい、でまあ1枚の写真で点として写すにはということで一応まあ参考の設定っていうのを北山さんにちょっと教えていただいたんですけども、はい、こちらですね、はい、絞りがまあまあ開放から、まあ、1、2段絞る、まあ、絞るっていうのは数値を大きくするっていうことですね、はいはい、さっきの 12mm の F2 っていうレンズであれば、まあ、開放っていうのはまあ F2 の状態なんですけども、はい、1段絞るちょっとルートの計算になるんで、まあ分かりづらいかもしれないんですが 2.8 っていう数字がねちょうど1段分
ですよね、まあ、そのあたり、まあ、場合によってはまあ2段となると F4 という形になります、はい、まあ、F2 から F4 の間ぐらいですね、まあ、ちょっとレンズによって変わってきます、はい、あと感度ですね、ISO 感度、はい、ISO の感度は1600、これはまあベースですかね。そうですね、まあ、この設定は基本的にそれなりに暗いところに行ったときに星をまあ点で撮るための、まあ、できるだけ点で撮るための設定なんですけれども、まあ、1600ぐらいが一番星が多く映ってくるかなと思います、まあ、800もうちょっと例えば明るいところであれば ISO 800とかでもいいんですけれども、まあ、基本となるのは1600ぐらいで覚えておいた方がいいかなと思います。はい、でシャッタースピードはまあ30秒、はい、これは目安ということですかね。そうですね、はい、このシャッタースピードが長くなればなるほど当然星はその間に動いてますので、開けてる間に動いてますので、どん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 線になってくるんですね、うん、なのでこれをシャッタースピードをなるべく短くすることによってできるだけ星を点灯で撮りましょうというところですね。なるほど、はい、まあ、これはあくまでベースなんで、まあ、ここからまあいろいろちょっとアレンジしていただいてということですね。そうですね、はい、はい、でまあ、ピント合わせですね。ここが一番実は、はい、話さなきゃいけないところかなと思っておりますね実は。で、まあ、さっきもお話ししたように、まあ、ミラーレスの場合ね、その液晶とか、まあ、ビューファインダーでこうピントを合わせますんで、やっぱり星の中でも、ね、明るいくらいあるんでですね、明るいところをまあ見つけていただく、はい、そうですね、というところですかね、まあ、明るい星って、まあ、人によって明るい星っていう価値観が違うと思うんですけど、まあ、明るい星って大体一等星と呼ばれるものですね、まあ、今冬の空を見ると、まあ、輝くシリウスとか大犬座のシリウスなんか本当に明るい星ですので、うん、まあ、そういったものを探してピント合わせを行うのが一番いいかなと思います。なるほど、はい、でミラーレスとかですとその拡大して、ね、ピント合わせができるというのは非常にこれ便利ですよね。そうですね、肉眼で、まあまあ、その普通 の、ね、光学ファインダーだとその自分の目が頼りということなんですけど、ちっちゃい星なんで、ね、結構難しいと思うんですよね、はい、で、まあ、液晶があるおかげで拡大してピント合わせができるということ で、はい、でこれもですね、ちょっと私実はやっててうまくいかなかったことがあってですね、はい、明るい星、まあ、目では見えてるんですね、はい、でそっちに向けてるつもりなんですけど液晶に全然映ってくれないんですよ。でこれあれこれでも暗いのかなと思ってですね、悩んでたんですけども、そこでちょっとひらめいて、はい、ピントが全然遠くに行ってなくてですね、その前に撮ったのは多分近いところを撮ってたんで、ピントの位置がですね、近いところにこう切ったんですね、うん、でそうすると遠くを見た時にもうボケボケなんでですね、明るい星もこうボケちゃうと全然もうあるのは分からないっていうことなんで、うん、これ無限遠っていうかですね、遠くの方にまあフォーカスリングを回した上で、はい、やっていただく、もしくはある程度ちょっと遠いところにですね、オートフォーカスであらかじめ合わせておいて、はい、で空に向けてっていう風にしていただくと見つかりやすいと思いますね。まあ、昼間のうちにオートフォーカスである程度遠いところに合わせておいて、はい、まあ、っていうのはいいんですけど、もう実際じゃあ夜にピント合わせを行わなきゃいけなくなる時も当然あると思うんですが、まあ、その時は例えば夜景とか、まあ、街灯とかが遠くにあるようであれば、そういったものにオートフォーカスは多分効くと思いますので、まあ、そういったものでおおよその無限の位置を特定することもできます、ね、はい、で 12mm の F2 ですとか、まあ、最近のレンズでね、マニュアルフォーカス、こうフォーカスリングを手前に引くとマニュアルフォーカスになったりということで無限遠のマークがついているやつもあったりするんですね、はい、でもあれも大体この辺って合わせてると結構ね、もっと実はシビアだったりするので、そうですね、ちょっと動かさなきゃいけなかったり、目視であれで合わせちゃうといけないですよね。そうですね、しっかりやっぱり拡大して見ていただいた方がいいと思うんですね、はい、そうですね、はい、まあ失敗したことがあるんで、こういうことは言えるんですけど説得力がありますねやっぱり。あと感度絞りっていうことですね。感度を上げると、まあ、それだけ光に敏感になるんで、はい、ちょっと暗めの星でもたくさん映ってきてくれるっていう効果があるんですよね、はい、であと同じように絞りの F 値もですね、小さくなればなるほど光をたくさん取り込めるんで、はい、まあ、暗い星が映りやすくなってくるというところですかね、はいはい、
で、まあ、ちょっとこれ、まあ、2枚並べてますけども、ちょっと画面だと分かりづらいかもしれないんですが、まあ、3200と、まあ、6400、うん、まあ、正確にね、なんか比べるんだったら、まあ、15分の1に対して、まあ、8分の、あ、ごめんなさい、15分に対して、まあ、8秒ぐらいに本当はセットしなきゃいけなかったんですけど、まあ、6400の方がまあ2倍の感度になってるんで、まあ、若干星がたくさん映ってるかなというところですかね、うん、はい、はい、で、まあ、そういう形でですね、まあ、あんまり、あとはあのシャッタースピードですね、はい、まあ、どのぐらい、まあ、上げとけばいいかということで、まあ、さっきまあ30秒が基本的なまあ目安ですよというのがありましたけども、はい、長くなればなるほど、まあ、線になってきますというのが、まあ、こちらの写真で、左側の写真の方なんですが、ちょっと部分的に拡大して、これも画面で見づらいかもしれないんですが、ちょっとね、90秒ということで開けたんで、線になっちゃってるんですね。はい、でそれに対して右の方はまあ8秒ということなんで、ほぼ点で写ってますん で、はい、でこれもまあ風景と一緒に写すんであれば、まあ、ある程度ね、風景がちゃんと見えるようになるぐらいのシャッタースピードが必要かなということなんで、はい、まあ、それをちょっと一つの基準にしていただけばいいのかなと思うんですが、うん、それでよろしいですかね。はい、大丈夫です。はい、でそれでまあシャッタースピードが長いようであれば、まあ、感度を上げたりっていうような調整をする、はい、まあ、それでまあ星はまあ点になってくるということですよね。はい、はい、で最初何秒に設定していいか分かんない、まあ、30秒というのは一つの目安があるんですけども、はい、あの非常に最近のカメラは便利な機能、ライブタイム、ライブバルブっていうのはついてますんで、はい、これで最初一回練習してもらえばいいんですよね。でこのぐらいの明るさかなっていうところで止めれば、あの途中のシャッター開けてる状態でもこう途中経過を見せてくれますんで、はい、今何秒経過してますよというのも出るんでですね、うん、それを覚えておけばですね、次、まあ、じゃあこれで設定すればいいんだということで、はい、あの設定の数字が分かりますんですね、うん、まあ、自分の好きなところで止めると、はい、まあ、この機能がついている方はぜひ活用していただくといいと思います。はい、はい、まあ、ちなみに、はい、これやった方がいいのかな、ライブタイム、ライブバルブってちょっとやってみていいですかね。あのカメラつないで出しますんで、せっかくなんでですね、はい、はい、あ、すみません、なんか共同作業みたいな感じで、ダイヤルは M モードになってます。で今そうですね、これになってます、カメラの中にしましょうか、はい、で来ないですね、あ、これ電池入ってるの？いや、入ってますよね。電源を入れて。来ませんね、ちょっと。来ません。一回取ってみますか。あ、来ません。もう一回入れてみます。はい。来た。来た。はい。消えた。接触が悪いようですね。ごめんなさい。これ共同作業失敗ってことですね。いやいやいや。おお。カメラ変えますか、じゃあ。こちら。行きますか、はい。ケーブルを変えてみます。はい。来い。来た。じゃあこちら切り替えます。はい。で、ダイヤル M で、シャッタースピードを遅くしていくんで、この EM5 の場合、手前のですね、親指の方のメインダイヤルですね。でこれずっと回してきます。そうするとちょんちょんがつくと何秒なんですけど、60秒の次バルブ、はい、でさらにライブタイムと2つあります。あ、はい、とまあ絞りの方はね、あの決めていただいて、はい、ちょっと今明るいんでちょっと絞ってやりますけど、ライブタイム、ライブバルブって言ってましたけども、バルブの方はライブは最初ついてないですね。でライブがついてると途中経過を見せてくれるってやつで。うん、でバルブとタイムって何が違うかというと、バルブはシャッターを押しっぱなしでシャッターが開いた状態になります、はい、で離すと閉じると、はい、タイムは1回押すとシャッター開いて、もう1回押すと閉じるというところですね、はい、でライブバルブにしてちょっとやってみますね。ごめんなさい、ライブタイムですね、ライブタイムでシャッター1回押します。はい、今何秒でっていうことで見せてくれてます。今これ初期設定 0.5 秒置きになってるんですけど、これ設定ができますんで、あの1分置きでもできますし、で
24枚がちょっと最大なんですけども、それ以上はちょっともう同じ画面になっちゃいますんで、ということで、まあ、例えばまあ1秒おきにしてもいいし5秒おきにしてもいいしということで、はいはい、まあ、その撮影の状況によってですね、その秒数はいろいろ変えていただくといいと思います。で、まあ、メモリーカード記録中になってますね。そうですね、はい、はい、じゃちょっと今撮ったやつが現れるまで待ちますか。せっかくなんでちょっと、はい、はい、こんな感じで完全なる露出オーバーですか。そうですね、はい、まあ、ちょっと露出かけすぎたっていう、今この状況でかけすぎたっていう感じですね。で、今何秒経過してるっていうのと何枚目見てますよっていうのが分かるということですね。はい、これ感度によってちょっとメニューからちょっと設定しますけど、あ、ここじゃない、露出のとこですね、2ページ目にライブバルブとライブタイムそれぞれの設定があります。今初期設定ではバルブの方はオフになってます。これオンにすれば同じようにライブバルブとして使えます。ここで秒数設定できるんですね、はい、何秒おきに見せてくださいということで、まあ、最長まあ1分の60秒ですね、はい、でこれ感度によって設定している感度によって見せてくれる見れる回数がちょっと違うんですけども、うん、まあ、ISO200 だと最大24回で、まあ、水晶設定でまあ1600ということだったんで、はい、それだとまあ9回まで見せてくれます、はいはい、ということですね。ちょっとね、あの星取るにはちょっと 0.5 秒だと早すぎるんで、ここもちょっと設定を変えていただくといいと思いますね、はいはい、ではちょっと戻します。はいはいはい、ということで、まあ、シャッタースピードはね、そういう、まあ、ライブタイムとかライブバルブをうまく使っていただくといいと思いますね、はいはい、でヒストグラム、ね、ちょっと難しい言葉がまた出てきましたが、はい、でさっきちょっと液晶の明るさで判断しちゃうと失敗しましたっていうお話をしましたんです。でこれですね、やっぱりその周囲の明るさで液晶の見え方全然違ってくるんで、頼りにしていただきたいのはこのグラフなんですね。ヒストグラムっていう、まあ、グラフなんですけども、はい、これ実は今見ていただいてるのはこのパソコンでのですね、オリンパスビュアーでのヒストグラムなんですけども、これカメラにもついてますので、ちょっと待ってみましょう。そうですね、ぜひじゃもう一回カメラの方にしてみます。はい、じゃあちょっと代わりに私が、はい、とりあえずじゃあバルブにしますか。そうですね、おっと今真ん中中央下に出てるのはこのヒストグラムっていうグラフです。ですね、これ明るさの分布で、右側が明るい方、左側が暗い方で、画面全体の明るさがどのぐらいのところに、どのぐらいの明るさのところにどのぐらいの画素があるかっていうのがですね、縦軸が画素数になってます。はい、で今ですと、まあそうですね、あんまり明るすぎるところはないんで、右側はちょっと余ってますよね。例えば秒数変えますか。シャッターが長くなればなるほど光がたくさん入ってくるんで、今寄ってますね、右側に寄ってます。これ明るすぎますよということで、でこう暗くしていくと左側にずれてってっていうことですね、感じですね、はい、どんどん暗くなっていくと、はい、多分もう完全にアンダーですね。そうですね、はい、普通の写真だとね、これだともうちょっと暗すぎるなっていう写真なんですが、そうですね、ここが星の撮影で、じゃあこのヒストグラムを見ながらどう合わせていくかっていうことなんですけど、はい、実際に例えば1枚撮影をしたとして、でその撮影した画像をまあ再生すると、はい、と、まあ、1個ちょっと再生したさっき撮った画像を1個簡単にお見せすると、まあ、こういったちょっと今再生した画面のヒストグラムを見てる状態なんですけど、まあ、山が一番左の方に出ていて、で徐々にあのハイライト側に行くに従って落ちてくると、まあ、ちょっと 右肩下がりのヒストグラムになってますが、こう実際じゃあ星を撮影してどういったヒストグラムにしたら一番適正というかベストなのかというと、まあ、今左側に出てる大きな山をもう少し右に寄せていただく、もうちょっと真ん中に寄せていただいて、その山がこう緩やかにどんどん右側に下がっていくような形が実は一番ベストと言われてます。でちょっとこの画面で見る と、ちょっと今こう実際の星空の下にいるわけじゃないのでちょっと難しいんですが、
今これだいたい左側にちょっと山ができてて、まあ、徐々に右側に行くに従って下がってくるっていう、まあ、一つのこれは例ですね。なので、まあ、撮影した画像を見ながらこの山が少し左側にできていて徐々に右側に下がっていくっていう、まあ、そういった意識を、まあ、実際に撮影した画像を見ながら、そのヒストグラムを見て合わせていくというのが一つ適正露出を探すためのコツですねになるかなと思います、はい、で最近の機種この EM1 とかですと、はい、ライブバルブとかライブタイムにしたときに、うん、あちょっとじゃあつないでみましょうかね。じゃあ一回ちょっと、はい、ちょっと消しますね。ライブタイム中にですね、画面の明るさだけではなくてそのヒストグラムも出てくれるんですね。ちょっとこれでやってみますけど、今これ今つないでるのは EM1 ですね。で撮ると今ねこんな感じで山がだん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 右にこう映っていってますけども、はい、ヒストグラムを見ながら撮影ができます。なんで実際ね星の撮影だともう左からなかなかこう動いてくれない状態が多分続くと思うんで、はい、今北山さんがおっしゃったような位置に来た時に今止めるとかですね、はい、まあ、一つの目安として非常に使いやすくだん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 進化してますね。はい、はい、まあ、最初はたくさん枚数を撮ってみて、そうですね、はい、はい、まあ、どれくらいのヒストグラムになると、まあ、どれくらいの明るさの写真ができるのかっていうのを、まあ、どんどんいっぱい撮ってみて体験していくのはいいかなと思います。はい、でもあとはですねちょっとこれまあ星もそうなんですけど月明かりをね利用すると結構まあ風景が見た目よりもぐっと明るく映ってくるんで、うん、あのまあ、月明かりでねまるでこうちょっと昼間のようなあの写真になってますけども、月の、ね、明かりがあると、まあ、その月のある方向って星がね、見えなくなっちゃって、まあ、少なくなっちゃったりするんですけども、はい、まあ、月がない日はもう星たくさん撮れます。で月があるとこういう形で風景もですね明るく撮れたりするので、まあ、結構、うん、いつでも、まあ、月の、ねまあ、満ち欠けによって撮れる写真変わってきますけども、はい、まあ、その時の状況に応じて、まあ、いろんな写真をこう、ね、撮っていただくといいんじゃないかなと思うんですね。向いている方角の、まあ、自分の背中側につまり月があるっていうことですよ ね、 そうですね、こういった写真は、はいはい、月明かりをじゃあ使った作例、まあ、あとで写真を見ながら実際にじゃあ月の話も少し織り交ぜていこうかなと思います、はい、ではではこのぐらいですかね、はい、最後は最後はこれあれかソフトフォーカスか。そうですね、ちょっと先ほどご紹介したソフトフォーカスのフィルターをつけた時と、まあ、つけない時とっていうところのまあ比較なんですけども、こちらが左側がまあそのままなしで撮った写真なんですが、オリオン座のねこの見え方が全然違うと思うんですね。この右側ソフトフィルターを入れるとぐっと明るい星が大きく映ってくるんで、はい、存在感がぐっと増しますよね、うん、というところでこんな効果がありますんで、まあ、ぜひお試しいただくといいかなと、はい、まあ、いろんなバリエーションがねこうありますんでね、はい、はい、ぜひチャレンジしてみてください。はい、はい、どうしましょう、下で行きますか。じゃあそうですね、はい、残りの時間はプロの写真、プロじゃないですけどまあちょっといくつかの写真を見ながら、まあ、一番気になるのが、まあ、最初どういった写真を撮っていこうかなとか、まあ、ある程度基本の設定を抑えた上でじゃあ自分がどういった作例を撮っていったらいいのかなっていう一つの参考になるかなと思いますので、まあ、ちょっと大変恥ずかしいんですけどいくつか作例をお見せしながら、まあ、ちょっとその撮った背景とかのお話も少ししていこうかなと思います。じゃあお願いします。こちらです、星の写真のご紹介でなんか夕暮れみたいな写真を紹介したあれなんですけど、これはちょっとこの前スペインのカナリア諸島というところにあるラパルマ島というなんか島がありましてですね、そこで撮ってきたものなんですけれども、はい、大丈夫ですか。はい、なんですけれども、まあ、
当然ちょっと右側にオレンジ色になっているのが、まあ、夕暮れ、まあ、本当に太陽が沈んで夕暮れの写真ですね。でそこの真ん中の上にあるのが金星で、その左側にあるのが、まあ、皆さんご存知かもしれませんが天の川の写真ですね、はい。まあ、まだまだあの夜空とは程遠い、これは夕方の風景の写真なんですけれど も徐々に徐々に星が出てくると、まあ、結構こう夕方の空と星は同時に写すこともできるという一つの作例ですね、はい。じゃあ次いきますか、まあ、サクサク。今度はじゃあ夕方が完全に終わってもう完全に星が見えているという状態の作例ですね。こうさっきちょっとぼんやりと出てた天の川がもうこんだけはっきりとやっぱ夜になると出てきますね。で、まあ、左下のちょっと町明かり、これ実は2700m の山の上にいて、はい、あの下全部雲海というまだロマンチックな風景のところに私はいたんですけれども、その雲海によって町明かりが遮られたことによって、まあ、その先ほどお話になった、まあ、町の明かりとかがですね、あの遮られて、まあ、こんだけよく星が見えてると、すごいですね、いう状態ですね、はい。なかなかこれ一緒に撮れないですよね。そうですね、まあ、雲海側の上に行くっていうこと自体、まあ、なかなか日本ではもしかしたら難しいかもしれませんが、まあ、例えば富士山とか5合目とかでも実は雲海ってよく見れるんですけど、まあ、そういったところで、同じような構図の写真は頑張れば撮れるかなと思います、はい。じゃあちょっとまたサクサクといきます、まあ、ちょっとスペイン続きで、これが最後のスペインの写真ですね。まあ、あの先ほど言った夕暮れの写真をもうちょっとあの遅くして夜に近づいてきた時にどうなるかっていうところなんですけれども、まあ徐々に徐々に当然星は増えてきまして、まあ天の川もくっきりと見えてくると、で金星もさっきぼんやりとした星明かりだったんですけれども、まあよりはっきりと金星の存在が分かる写真になっているかなと思います、はい。じゃあ次の写真、やっとあの日本の写真を少しご紹介していこうかと思うんですけれども、はい、これは九十九里で撮影した写真ですね、でこれはあの先ほど言ったようにちょっと夜空が青くなっているかなと思うんですけれども、これはまさしくあの月明かりですね、はい。でこう後ろから後ろにこう 月があって、その前にある被写体を撮っているので、こう月明かりが塔を照らしてくれているので、あんだけはっきりと塔が見えてくると。これが新月だと星は映るんですけれども塔がここまでくっきり出ないっていう形になるので、こう月明かりを利用して目の前にあるものを浮き上がらせるという、これは月光ライティングというふうに言うんですけれども、まあ、そういった作例も月が出ているときは狙っていけるかなと思います、はい。これも同じく九十九里で撮った作品ですね、右上にあるのはなんか太陽みたいな色してるやつは実は月ですね。でその下にこう雲が流れている様子が映っていると。でこう海に行くと面白いのが、こう星がこう海に反射したりとかして、まあ、挟まれる感じですね。 星をこう挟むこともできるというか、まあ、そういった作例も撮ることができるので、まあ、結構波が穏やかな時とかじゃないと当然無理なんですけど、だから波打ち際とかでちょっと水が張っている状態の時に撮ると、ちょっと反射した写真も撮ることができるかなと思います。だからこう山の上に行かなくても実は海とかで、そうですね、結構ね気軽に行けそうなところですね、これね。そうですね、はい、撮ることができるんで、まあ、ちょっとこう街をまず街で撮ってみて、少し暗いところに行ってみたいけど左山の奥には行くのちょっとなと思ったら、うん、まあ、こういった海岸に行くのもいいかなと思います、はい。じゃあ次の写真、じゃあ山に行ってみましょうということですね。まあ山のところに行ってみると、これあの真ん中の明るいのは街灯の明かりがこんだけ赤く照ってるんですけれども、その上にあるのは冬の天の川ですね。こう街灯を利用して木をシルエットにしてしまうっていう、そういったこともできるので、はい、あのちょっと街灯があるところで明かりがあって邪魔だな、 作品撮れないなと思っても諦めないで、少しこう頭を使ってみると、こういった木のシルエットの写真も星と一緒に撮ることができるかなと思いますので、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。じゃあこれもちょっと、また特殊な写真みたいな感じですけれども、この右側にあるのがスキー場の明かりが実は、スキー場、はい、スキーのナイターの明かりですね。でその下のやつはこう車が通った軌跡ですね。
でこう雲がかなりはっきり映ってるんですけど、まあ、その左の上の方に明るい星も映ってるという感じですね。これはあの、30秒露出で撮った実はものなんですけれども、あのその30秒を越した間に当然あの車はその間移動しているので、その全て線として残ってくると。あとその30秒の間に雲も若干動くので、少しゆらゆらっとピントが合ってないような形で、これは雲が動いているからですね。だからこう露出時間の間に変化するものをこう画角の中に収めれば、そういったものがこう移動した様子も少し残るか、残って面白いかなと思います。普通の、ね、風景写真とまたちょっと違うイメージですよね。なんか、うん、車のライトが入ることで。そうですね、これは本当に夜の撮影ならではの逆の楽しみ方かなと思いますので、はい、ちょっとまた次の写真、はい、あ、また今度はじゃあ海の写真なんですけれども、これはあの関東、実はこれあの神奈川県かなで撮った写真ですね。本当にあの関東から50キロぐらいで行けるところにある、まあ灯台なんですけれども、まあ、そこを少し引き気味で撮った構図ですね。で手前にあるのは全部波がこう動いているので、まあ、少し、波が動いた跡が、白多くなってますね。でこれは実はあの手前が明るくなっているのは、月明かりとかではなくて、自分 の, あのヘッドライトの明かりをうまく使って手前をライティングした写真ですね。車ですか？車のヘッドライト。いや、これあの頭につけるヘッドライト。頭のヘッドライトですね。それをうまく使ってこう月明かりが出てない時に、でも手前のものを明るく見せたいなと思った時に、じゃあどうするかっていうことなんですけど、こう懐中電灯を持っていった方がいいってお話ししたと思うんですけれども、そういった懐中電灯を使って手前にあるものを少しさっとこうライトを当ててあげると、その露光時間の間にこうそこの部分だけ明るくなると。さっとでいいんですね。そう、当てすぎるとですね白くなっちゃうんですよね。なるほど、はい、だからさっとっていう形でこう当てると手前にあるものは明るくなって、奥にある星は、まあ、そのままの明るさで映ってくると。はい、海と星もまた素敵ですね、これね。そうですね、こう海はまた変化もありますし、でここはちょっとあの、ま、小ネタなんですけど、こう海がいい理由もう一つあって、こう波の音がしてるじゃないですか。すごい落ち着くんですよね。確かに、こう山の奥に行って森の中にいた時、まあ、もう本当に静かなので孤独ですよね。孤独でもう寂しくて、もう犬の遠吠えとか、なんか夜勤の遠吠えが聞こえてくると大変怖かった。結構怖いですよね。そうなんですよ、鳥、野鳥のなんか叫び声とかわかります、だから 海に行くとですね、こう波の音でこう周りがうるさいので、まあ、そういったものが逆に落ち着いて撮影できるかなと。なるほど、安心感もありつつ撮影できるかなと思うのでおすすめですね。これもちょっと同じ場所で撮ったものなんですけど、まあ、あの先ほどの灯台が少しまた遠くに映っていると思うんですけど、まあ、本当に先ほど言ったあの関東近郊50キロで行けるところでもこんだけ実は天の川って撮ることができるんです。そう、わざわざ山の上に行って天の川撮りたいなと思って、でも山の上に行かなきゃいけないのかなと思っても諦めないで、こうなるべくあの都内というか明かりから離れる必要はあるんですけれども、ね、はい、これは本当にこれ海際なんで、あのその天の川の先には特にはこう街明かりがあるわけでもなく、はい、そう海際に行くとこういった写真も実は狙えるので、こう山の上に来たちょっと行くのかなと思ったらまず海の方に行ってみるっていう。これ肉眼ではどういう状態なんですか？これ肉眼ではあの天の川が少しもやもやっと、あそこになんかこう星の塊みたいなのがあるなっていうのが分かるぐらい、なんとなくありそうだな的な。そうですね、でこれはこう右下にこう映ってるのは自分が映ってるんですけ どあの露光時間をしてる間にこうガガガッとここに行って座って微動だにせず止まっていると、でこれ後ろにあるのは実はあの街灯の明かりがありまして、その街灯の明かりがこの岩とかを照らして、あと私も照らしてくれて、三脚も照らしているので三脚も影になると。なるほど、はい、カメラの後ろには街灯があると思っていただきたいんですけれども、まあ、そういったことでこう自分をライティングして撮った写真ですね。こんなに撮れるんですね。撮れるんです。実はこれ本当に神奈川で撮った写真なんで、本当に近場と言っていいと思うんですけど、はい、ぜひとか挑戦していただきたいなと思います。作例ばっかり。これはあのこれも埼玉県、実はあの埼玉県にあります時川町の道平というところで撮った写真ですね。でこれは先ほどあの機材のところで若干お話ししたんですけれども、ソフトフィルターを使っているので、星がはっきりと大きくなっているかなと思います。でひときわ明るく輝いているのが月ですね。
でその左上にあるのが木星という、まあ、写真で、これは何を撮りたかったかというと冬の大三角を撮りたかった。あの教科書とかでも学校の授業に習ったかもしれないですけれども、その冬の大三角が実は真ん中に写ってて、はい、あの真ん中の明るい星を結ぶと大きい三角形になると思うんですけれども、はい、まあ、オリオン座をも写ってますね。こういった何が撮りたいかなって、これ実はもう家の中で考えて、冬の大三角をまず撮りたいなと。で同じ構図に月とか木星も入れたいなと思って、あとわがままですけど夜景もちょっと入れたいな、おしゃれな写真にしたいなと思って、自分の家の中で全て考えて、じゃあどれくらいのレンズ持ってったらいいのかなとか、当然広角必要だよなとか思って、広角を持って行って撮ってくると、うん、あとその冬の大三角がはっきり見せたかったから、じゃあソフトフィルター持ってこうとか、こう結構行く前にいろいろ実は考えて、はい、機材も用意してその場に行って撮ってくるっていう、うん、はい、だから現地でいろいろドタバタするのではなく、だからやっぱ事前にやっておくっていうのが大事かなと、うん、はい、そうですよね、暗い中ですもんね。そうなんですよ、まあ、この場合あのソフトフィルターも暗い中だとつけるの大変じゃないですか、ネジが合わなくてとか実はこれも家でもソフトフィルターつけて出かけてしまったという、うん、はい、写真ですね。まあ、これも同じく同平で撮った写真で、ちょっとあの今まで星の写真たくさんお見せしたんですけど、一風変わってちょっと月の写真を、まあ、月をしっかり見せた写真をですね、あのお見せしたいなと思うんですけれども、これはあの広角レンズではなくて、標準レンズを使ってます。あの先ほどお話しあった 45mm のオリンパス様のレンズを使ってるんですけど、この月を写してるんですけど、こう影になってまたちょっとこう満月のような形で丸く写っていると思うんですけれども、その明るい以外のところは地球章と呼ばれるものですね。でこれはどうやって撮ればいいのかなっていう話なんですけれども、これ三日月の月なんですけれども、実は三日月の月をその適正の露出で撮るのではなくて、多少こう露出をオーバー気味に撮る、うん、そう、月の露出より少しあの露出をいっぱい、もっとシャッタースピードを長くしたりとかして露出をかけてあげると、その影になっている地球章の部分が実ははっきりと映ってくるので、これを撮りたいなと思ったら少し露出をオーバー目に撮るというのが大事かなと。なるほど、はい、もう、まあ、下はちょっと埼玉の街明かりですね、はい、ちょっと次の写真、はい、これもなんか街明かりがあったり山に行ったりもすいません、なんかこう行ったり来たりなんですけれども、まあ、これは本当つい先日撮った写真ですね。山の上に灯るシリウスという私のタイトルがついてるんですけれども、これはあの奥穂高という、日本で3番目に高い山の山頂の風景ですね。でもこれも事前に冬の大三角撮りたいなと、さらにわがままを言えば奥穂高のその山頂のところになんか星を灯したいなと思って、でシリウスという星は実は全天の中で一番明るい星なので、じゃあシリウスを灯そうと思って、じゃあシリウスを灯そうと思ったら何時に撮ればいいのかなとか、いろいろ逆算的にどんどん考えていって、日にちとあと時間を割り出していくと、それで、まあ、山頂に灯るシリウスの写真を撮ってきました。で山のところ、山の、まあ、斜面のところに照ってるのはこう、山頂から御来光を見ようと思って登ってる人たちの、ヘッドライトの明かりがこんだけ実は明るく映ってるんですね。でこれもあの星の存在をはっきりさせるためにソフトフィルターを使ってますね。だ実は山の上に行くとやっぱこんだけ星が綺麗に映るということですね。なるほど、はい、じゃあちょっとサクサクっとあともう少しかな、はい、じゃあまたこれはすごい量の星がまた映ってますけれども、これは星の日周運動を北を向いて撮った写真ですね。真ん中一番動いていない部分が北極星、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、星の中でもほとんど動きが少ない北極星というものですね。空の中心ですね。その周りを回る星々を撮ったものです。でこれ実は2時間、20分ぐらいのシャッタースピードというか分の星の動きなんですね。でデジタルカメラで2時間20分の写真を撮ろうと思った時に、じゃあ鹿島さんどうなると思いますか？シャッターを開け続けたとしたら2時間20分分もう真っ白になっちゃう。そうですね、真っ白になりますね。それはやっぱどん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 デジタルは光を蓄積していくので、かけた分だけどんどん明るくなっていきますが、これは2時間40分かけてるのに地面がちゃんと見えてて星も飛んでない、真っ白く飛んでないっていう写真、これは先ほど鹿島さんが見せてくれた写真と同じく比較、まあ、合成をちょっとしてまして、まあ、一枚一枚写真を撮って後でつなげるという合成作業をしています。
まあ、そういったちょっと合成技術ソフトウェアを使った技術を使えばこういった星の日周運動長い時間の星の日周運動も写真として残すことができますので、うん、まあ、次回ですかねこれは。そうですね、はい、詳しくやり方とかもちょっとご紹介したいなと思うんですけど。これもあれですかヘッドライトでこう照らしたんですか。これはですねヘッドライトじゃなくて、ね、この左側に道があってそこを通る車の今度ヘッドライトですね。車なんですね、はい、車が照らしてそれ一瞬こう地面が明るくなる、はい、それで地面が浮き上がってくれています。いろんなものをこう活用してそうなんですよ、あのライティングはもう人頼りというか自分も当然ライティングしますけど、周りにあるものだから明るいなと思っても諦めないでそれをこうなんか使ったライティングを逆に考えて撮っていくっていう、うん、そういったこう、まあ、それはその場で結構考えなきゃいけないですけれども、はい、いろいろ撮ってみると面白いかなと思います。すごいですねこの量。そうですね、これはあの群馬の妙義山というところで撮った写真なので、ね、結構まあ元から星がよく見えるところで撮ったものなので、はい、より星の動きがはっきりと分かるかなと思います。車が撮るところというのはじゃあ車で行けちゃうところなんですね。そうです、これはあの妙義山の駐車場なので、ね、もう本当ここまでは車 で車が止まってその横で撮ってたので、はい、もうこれも車があれば気軽に行けるところと言ってもいいかなと思います、うん、まずはねそういうとこから始めるとそうですね、いきなり山登るのもちょっと、はい、車のそばでやって、うん、何かあったら車に逃げる何もないことに祈りますけど、はい、じゃあちょっと次の写真を、はい、ここから少しちょっとサクサクサクっていきますか。いやいやもうじっくりじっくりいきますか、じゃあこれね僕が喋る前に鹿島さんが喋り始めましたけどちょっとなんか思い出があるんですか。いやこの前ちょっとね展示会がビクセンのあって私ちょっとお邪魔したんですけど、その時にねこれなんだろうと思ってそうこれ初めて見る方、なんでこうなってるのかやっぱり分かんないと思うんですよね。ですよね、はい、これ実は右側にあるのは雷なんですね。であれ左にはしかも星が映ってるってなんでこれ一緒に撮れるのっていう思うと思うんですけど、こうまあ単純な天候、まあ、天気を見ながらこう雷雲が出るところって実は事前に分かるんですよまあ雨だとか見ればですね、まあまあ普通の人でも分かりますよね、まあ、いや普通の人ちょっと勉強が必要ですけれども、ね、これは雷が事前に狙ったものではなくて、実は富士山にいた時に雷雲が出てるなと思って、うん、よくよく見たらでも左側晴れてるなと思って、あれこれ同時に撮れるんじゃないのかなってワクワクしてたんですけど、だからこうフレーミングをギリギリ、まあ、本当これ 12mm の F2 で撮ったんですけど、もう本当に広角にして右側に雷雲、左側に晴れてるところですね、うん、でこれは星が奇跡になってると思うんですけれども、ちょっと先ほどから何回も言っているんですが、合成をしてまして、こう1枚1枚写真を撮って実はそれをつなげてます。これ10枚かなつなげてまして、1枚は多分30秒ぐらいの露出時間なんですけど、それを10枚分つなげてます。たまたまじゃなくてこれ狙って撮ってるというのがすごいですよね、これね。そうですね、まあ、もしかしたら綺麗に落ちていく雷が落ちるのかなと思って雷撮るだけでも結構大変じゃないですかそうですね、ただその露光してる間30秒の露光時間の間に雷が落ちてくれれば、落ちてくれればというか落ちればですね、その間こう落ちたところが線になるので、はい、実はそんなに雷の写真も難しくないかなと思うんですね。長時間露光になれれば、はい、こういったこう果敢に雲が出てても諦めないで撮れば、あら不思議っていう写真が実は撮れるかもしれないので、はい、おすすめです。でここでちょっと一度止まるんですけど、こう雲が出てても実は星の写真って撮れるんですね。だからこう今日少し曇ってるから星の写真撮りに行くやめようかなと思っても、出てみてで空に向けてシャッターを切ってみれば、当然晴れてる部分に星は見えるので、そこの部分が映って、こう雲はこうその間流れてる写真、まあ、雲がこう動いてる様子が分かるので、それはそれで綺麗な写真が撮れるかなと思うので、う、はい、そうですね、諦めたらもうおしまいですね、そうですね、うん、だからもうその自分がその日にしか撮れに行けなくて雲が出ててもちょっと頑張って撮ってみるとあ不思議といい写真撮れたみたいな、これになるかもしれないので、ぜひやってみてもらいたいなと思います、はい、ちょっと次の写真、また動きの激しい写真ですが、これは千葉県の富津というところで撮ったものですね、まあちょっと、シンボルとなるような展望台が、これ実は展望台なんですけどありまして、まあ、それを入れた写真を撮ってみたいなと前から思ってたんですけど、こう見ると分かるんですけど、左側に星の動きとはまた別の写真が
写真というか線が写っていると思うんですが、これは実は飛行機、先ほど鹿島さんも少し写真の中にありましたけど、飛行機が移動している時の様子の写真ですね。あで、あれこう4機実は飛行機がこうあって、その4機が1点で交わって同じ方向に飛んでいくと、うん、実はこの奇跡の先には羽田空港があるんですね。羽田に着陸するためにみんな各地からここに集まってこう着陸していくというのがこの写真の、まあ、コンセプトというか、そういった写真ですね。面白いですね。そうですね、まあ、これも魚眼を使ってちょっと湾曲させてますけど、うん、まあ、それはこのちょっと展望台自体がかなり大きいものなんで、まあ、これも写して星も一緒に写すとなるとかなり広い画角のレンズが必要だったので、これは 8mm の魚眼を使って撮ってますね。いやーすごいな。これはカメラを向いていると、まあ、自分の背中の方に、つまりこう、これもちょっと街灯があったんですね。多少こう明るく、手前の部分も明るくなってますね。ただその展望台の上にある、まあ、これは月なんですけれども、やっぱその月明かりが強いので、まあ、展望台自体もかなり月明かりの影響を受けて明るく映ってますね。結構月の周りの星も映るもんなんですね、これね。そうなんです。月といっても実は満ち欠けを、まあ、当然していて、うん、細い月もあれば太い月もあるので、実は月の周りに星も映ってる理由は、かなり細い月なんですね。あ、はい、ほぼ新月寄りの月を撮るとこう露出をしても月の周りにある星は映ってくるので、はい、なるほど。そうなんです。だから新月付近でこう月の方角に向けてシャッター切っていて、なんかこう星映んないのかなと思っても実は映ってくるので、はい、向けてみるの面白いかなと思いますけど、はい、じゃあちょっと月の、はい、はい、じゃあまたこれ夜景の写真じゃないかってちょっと思われる方もいると思うんですけど、これ実は新宿で撮ったやつです、はい。この前オリンパスさんとビクセン一緒にヨドバシカメラさんのところでちょっと観望会をやったんですけど、その観望会の最中に撮った写真なんですね。で、新宿のもうご存知の方は分かると思うんですけど、ロータリーが写ってて、そのロータリーの上に実は肉眼ではほぼほぼ見えなかったんですけど、実は星が見えて、私にはちょっとまあ見えてるというか、その位置があるかなと思って、だこれ実は北をカメラ向いていて、その北天の日周運動を新宿の明かりと一緒に撮ったものですね。でこれは、まあ、ちょっと何度かある合成をして、星の軌跡を、まあ、何枚か重ねて表現しているといった写真ですね。だこう夜景、実はこう街明かりのど真ん中のところでも、うん、空に向けて写真を撮れば、新宿で撮れちゃうんですね。新宿で実は撮れるんですよ。渋谷のスクランブル交差点の上にある星空とか、ちょっと鹿島さんにぜひ撮ってもらいたいなと思います。すごいですね、それね、スクランブル交差点の上。そうなんですよね。だからこうちょっとまあ次回ぜひお話ししたいなと思うんですけど、うん、その合成を使って街明かりが強いところでも星を撮る方法、まあ、そういったものをちょっと今度ご紹介できればいいかなと思います。じゃあちょっと次の写真、これちょっとビクセンの宣伝してもいいですか。どうこれビクセンがやってたイベントが観望会で、撮った1枚ですね。でこう、まあ、ビクセンの望遠鏡写ってますけれども、望遠鏡の向いている先に月があると。これはちょっと観望会の様子、少し写真として撮っておきたいなと思って撮ったものなんですね。これは魚眼レンズ使って、まあ、ちょっと広く撮ってて、お客さんも写して、弊社のスタッフも写して、といって、あとちょっと奥にあるのは実はビクセンキャンピングカーを持っているので、そのキャンピングカーも写したコースですね、はい。まあ、これ何が言いたいかというと、こんだけ人がいっぱいいて、まあ、当然これかなりイベント自体かなり盛り上がってて、かなりいろんな明かりがわんさかわんさかある状態なんですけど、その明かりをこう写真の中に入れるんじゃなくて、その明かりを自分の背中に持ってきて前のものをライティングさせるとか、そういったものでこういった写真が撮れるので、むしろこれはそのイベントやってない時に同じところで同じ写真撮ろうと思っても暗いので、うん、はい、こういった建物が当然明るく映らないんですね。そうイベントの時にしか撮れない写真かなと思うので、なるほど、その環境をうまく利用するということですね。そうですね、はい、ちょっとこういった作例もご紹介させていただきました。これはちょっとおまけというか、次の写真はちょっとこのイベント、同じイベントで撮ったものかな、はい。これは静岡で撮った写真なんですけど、その富士山があって、まあ、イベントなのでたくさんの方がテントを張っている、でその奥に富士山の上に天の川があると、
こうイベントでかなりここ明るくなってるんですけれども、実はこう天の川のシーズンにちゃんと空に向けて写真を撮ればこう天の川実は簡単に撮れるので、ぜひ皆さんあの 夏のシーズンですね、これは撮ったものなんで、ぜひトライしてもらいたいなと思います。ちょっと天の川の写し方しっかりやりたいですよね。天の川やっぱ皆さん、ね、あの象徴的なものなんで天の川撮ってみたいって方実は多いんですよ、うん、だから天の川の撮り方っていうのをやりたいですね。今度やりますか。私も撮ってみたいですねじゃあちょっと今度あの第2回の時に天の川を撮ろうってやってみますか。じゃあ、まあ、簡単に、はい、はい、ぜひぜひ。じゃあ、うん、この写真は以上で、じゃあ次の写真ですね。これも近場で撮れる成形写真の代表作なんですけれども、これあの海ホタルで撮ったものです。海ホタル、海ホタル、あの有名なサービスエリア、海の上にあるサービスエリアで撮ったものですね。こう海ホタルから撮ったもので、こう全てこう線、いろんな線がごちゃごちゃになっていると思うんですけど、これ全部飛行機ですね。これ羽田空港に着陸していくいろんな飛行機、いろんな方向から来る飛行機を撮ったものです。でこれも、何枚かちょっと重ねてますので、その分の軌跡がこう星が軌跡として残ってるといった写真ですね。かっこいいですね。なんかね、そうなんですよ。だからこう、うん、本当にこう明るいところならではですね。こんな飛行機が要は離着陸するような明るい場所なので、はい、そういった写真、そういったところで写真も自宅撮れると。飛行機もねちょろっとあると邪魔くさいんですけど、これだけねやっぱりあるとパクパクですよね結構それがメインになってきますよね。だからそうですね。じゃあちょっとあの一枚撮りの写真もそろそろちゃんとお見せしなきゃいけないとかなと思うんですけど、これは本当つい先日撮ってきた写真ですね。唐沢岳という山がありまして、3000メートルぐらいの山なんですけれども、その上にオリンパスさんの小型軽量のカメラ、これもう小型軽量の利点を生かしたというか、ちょっと重いカメラ担ぐの嫌だなと思って考えたところ、オリンパスさんあるじゃんと思ってこれ持ってった写真ですね。で山頂の上で、これ実は真ん中にあるのが槍ヶ岳という山なんですけれども、皆さんご存知かもしれませんが、槍ヶ岳の上に、北極星があって、その極星を回る星々というものですね。山の上ならではの写真というところではあるんですけれども、まあ本当に小型軽量なので、こう全然こうカメラザックじゃなくて登山ザックに自体入れてたんですけど登山ザックに入れてっても全然他の機材を邪魔することなくて、あんまりこうカメラ背負ってるなっていう意識なかったんですけど、こう山頂に気軽に持っていけるのはもうミラーレス位置がならではですよね。これ山頂に行くまでどのぐらいの時間かかってるんですか。これ、9時間近く9時間近く歩いてますね。で山頂はもう突風吹き荒れるマイナス何十度の過酷な環境だったんですけど、でもそれでもちゃんとそのマイナス行ってももう全然カメラがバッテリー落ちることなくて、写真が撮れて本当に助かりました。そうですね、ありがとうございました写真ですね。ちょっと次の写真もの山頂にいる時の自分の写真ですね。これは月明かりを利用して、まあ、自分をシルエットにして撮ったものですね。こうバタバタ、自分がシルエットがぶれてるのはもう寒すぎて、もうと固まってらんないんですよね。動かずにはいられないというか、震えてるのでこうぶれちゃってるんですけど、まあ、こういった過酷な環境で実は撮ることもあります、ね、山頂にはどのぐらいの時間いらっしゃったんですか。山頂にはもう一晩朝まで朝までずっといました。だから今これ見えてるのが月なんですけど、こう登ってくる月をが地平線に沈むまでちゃんと見送ってあげました。でもう手が凍ってですね、もう寒くて寒くてしょうがなかったんですけど、はい、ただこう、まあ、時にはやっぱヘビーなところでしか撮れない写真もやっぱ撮っていかないと、うん、はい、いけないかなと思ったんで撮った。 10月ぐらいですか。いやこれついこの間ですね、10月の後半最終週とか撮ったものだと思いますけど、はい、じゃあもう、ね、こんな標高に行ったら本当よく生きて帰ってこられましたいやもう今日ここで写真を見せしたかったから多分降りてきたと思いますけどすごい。じゃあちょっと次の写真はちょっとね、回転をしなきゃいけないので先にこちら出しておいてもいいでしょうか。もう問題ございません。とばちょっとこちらで、はい、これ天の川の写真ですね。さっきちょっと撮りたいかな、鹿島さんも撮りたいかなって言ってた天の川なんですけど、これいつ撮ったと思いますか。質問です、鹿島さん。いつっていうのは時間ですか、それとも季節ですか。月でいうか何月撮ったものだと思いますか。
天の川といえば8月とかでさ、夏ですよね。夏、これなんと2月です。2月、はい、え、真冬です。見えるんですか、天の川。見えるんです。実はあの天の川って夏にしか見えないって思う方多いと思うんですけど、実は2月3月とかにも登ってくる天の川の写真を朝方撮ることができるんですよ。朝方限定で、はい、だからこれこの登っていくと、あの左側にあるのが太陽なので、まあ、当然太陽の明かりにかき消された天の川も見なくなってきますね。で、なんであの冬の要は昼間にはあの当然見えないですけど天の川があると。はい、だからもう太陽が昇るギリギリのところでまた見え始めた天の川を撮ったものなんですよ。寒そうですね、またこれ。寒かったですね。ただもう2月3月ぐらいにしかやっぱこういった地平線から昇る天の川って撮れなくて、こう夏に天の川撮ろうと思うとこう暗くなるともう結構な高さに天の川があるんですよね。うん、はい、だからこう地平線から昇るときは撮りたいなと思ったらあえて冬に行ってみると思った通りの写真が撮れるかもしれない。これ場所はどこっておっしゃいました。これはあの神奈川の真鶴海岸っていうところですね。そこでこんなに見えるんだ。はい、見えるんです。海沿いは実は穴場ですよ。やっぱその先に街明かりがないところで撮れば、そうですよね。はい、当然暗いので、まあ、これも始めやすい場所かもしれませんね。うん、はい、これはパスです、はい、次の写真に行きましょうか。これは星の軌跡の写真ですね。まあ、こう登ってきているのは月ですね。うん、でこう登り始めの月を撮ったので面白いのが登ってくるときはオレンジ色、地平線近くにあるのでオレンジ色、うん、色変わりますもんね。そうなんです。それをグラデーションで表現したかったんで、こうあえてこう登り始めの月から撮ってみたと。ある程度の高さになると皆さんこう見ているあの白い月ですね、になるので当然写っている写真もまあ白っぽくなると。こういったちょっとあの地平線が昇る写真を撮れば実はグラデーションがかった月の軌跡の写真も撮ることができる。昇り始めの方がなんか大きく見えますよね、月って。そうですね、まあ、地平線近くにあると、あの対象物がやっぱ山並みとかその木とかがあるので比較対象があるので、まあ、当然近く見えますよね。あ、もう大きく見えますよね。うん、はい、まあ、こういった写真も実はこれはあの埼玉県の、秩父ですね。秩父の街明かりですね、映ってますけど。これ雲ですか、ここの辺は。この真ん中あたり、もう全部雲ですね。はい、これもこう雲が、ここまで出てきたりまたちょっと山並みに隠れたりとか繰り返してるんですけど、ね、まあ、これもちょっと何枚か重ねて撮っていったものですね。はい、じゃあもうちょっと一風変わっていきましょうか。あれなんだこれって、はい、いいですよ、どうぞ。はい、これ何ですか。うん、これの質問ばっかりです今。お、これもしかして水星とかじゃない。お、大正解です。これあの水星の写真ですね。実はあの今年、まあ、この後ちょっと最後にお話ししようと思ってるんですけれども、2013年は水星イヤーと呼ばれてまして、これ実は2013年3月に見えたパンスターズ水星という水星ですね。話題になりましたね。はい、話題になりました。この水星を撮った、まあ、望遠レンズで撮ったものですね。山並みに沈むパンスターズ水星で、実は今まさに今11月にアイソン彗星という彗星が見え始めているのご存知ですか。あのね、あのよく聞きますけど実際には実際にじゃあどこ行ってどうやって見たらいいのかさっぱりわからないかもしれない。ちょっとその最後にじゃあアイソン彗星の、どこに行ってまずどうやってどういうふうにしては写真が撮れるのかなっていう最後にちょっとお話ししようかなと思いますので、はい、ぜひぜひ。はい、じゃあ彗星の写真は以上で、それはちょっと飛ばしていただいて次もここ行っちゃってください。じゃあちょっとまた天の川の写真なんですけれども、かっこいいですね、これ。ありがとうございます。これ拡大できないですよね。ですよね。この実は木のところに流星が写ってるんですけど、わからないですね。ちょっと街上がりが悪いのでちょっと流星がそんなにわからないかもしれないんですけど、実は今週の、週末、まあ、今日金曜日なので、ねえ、土日、土日月と、まあ、その土日と実は獅子座流星群という流星群が極大日を迎えると、うん、まあ、一番見やすい日を迎えるんですが、その流星も実は星形写真、まあ、写真を撮っている中で写ってくると面白いかなと、うん、でその流星群を写すチャンスが流星を写すチャンスがまさに土日、この土日にやってくるというので、ちょっと流星の写真をご紹介したかったんですけど、まあ、何せ見えづらい分かりやすい
してもらってくればよかったですね。 線でこう、そうですね、作るわけですね。線でスーッとこう流星は一瞬にしか見えないんですけれども、その一瞬光った時にスーッと線になるというのが流星の写真の面白さなんですけれども、シャッターが開いてる時にうまくこう来てくれるといいって感じです。そうなんです、だから狙って撮れるもんじゃない、うん、入ればラッキー、入ればラッキー、はい、その入ればラッキーがよりこう確率が上がるのが流星群のシーズンなので、もうぜひそれをまあきっかけに始めていただきたいなと思いますね、はい、じゃあ最後、これごめんなさい、場所はどの辺なのか、これは場所は、群馬の赤城山の山頂付近にある駐車場です。車で行けますね、駐車場ってことは。車で行きます。あ、これはちょっと雪が降ってますね。はい、これ4月に行ったやつなんですけどね。へえ。雪がまだ残ってて。この右下の明るいのは、もう一人同行したもののヘッドライトの明かりですね。さっきあの赤セロファン貼ってくださいと私言いましたけど、赤セロファン貼って、あの子がつけてたので、こう木が赤くなってるんですけど。これヘッドライトは赤セロファンつけないとここの部分真っ白く飛んじゃうので、はい、こんだけやっぱ光を落とすことができますね、はい、じゃあ最後1枚自信作だけ、自信作を見て終わりにしたいかなと思うんですけど、はい、またちょっと特殊な写真なんですけど、これもねかっこいいですよね。あ、これは流星わかるかな、もしかしたらあの木があって、その左上にちょこっとある、まあ、ちょこっとあるというかあるのが月明かりですね。でその月明かりの上の方に行くと流星がぴょっぴょっと2つ実は流れてるんですね。これはあの双子座流星群、12月に見える流星群のシーズンの時に撮ったものです。ちょっとあの雪も見えつつって形ですね。でこれはあの月明かりをまあ利用した写真っていう、まあ、結構こう特徴的なものなんですけれども、これも細い月をこう画角の中に入れて、もうこれ満月だとですね明るすぎちゃって月の方角にカメラ向けるともう全部真っ白くなっちゃうんですけれども、うんうん、細い月であれば、長時間露光をしても、そんなに被ることなく、見えますので、まあ、撮れますので、もうこれも細い月を撮ってます、利用してますね。でその細い月を利用して木をシルエットにした作品、これ結構シルエットが実はメインなんで画角の半分以上、うん、木のシルエットにしてます。どのくらいの時間をこれ、はい、開けてたんですか、これ30秒、まさしくこれ ISO 1600の30秒、基本通りの、はい、基本通りで、しかも開放値より1段から2段絞ってますので、まさしく基本通りの写真ですね。こうスキー場の明かりがちょっとオーロラっぽくなってるのがまた幻想的かなと思いますね。こう思い切って、まあ、月を背中、自分の背中に置いて手前、自分の目の前にあるものをライティングするっていう写真は、まあ、何枚かお見せしたと思うんですけれども、こう逆に月を画角の中に入れて逆にシルエットを出してみるっていう、こういった作品にも果敢に挑戦してもらいたいなと思ってお見せした作例ですね、これは。はい、まあ、どんな状況でもいろいろ取りようはあるということですね、これ。そうですね、はい、なのでもうぜひいろんな周りにあるものすべてを利用するぐらいの勢いで、うん、はい、もう自分の撮りたいイメージを実現していってもらいたいなと思いました。はい、ありがとうございました。ちょっとありがとうございました。作例ばかりで、いやいやいや、なかなかね見れないですよこれ、ね、こんなに人にお見せしたのは初めてです、ね、ですか、はい、ありがとうございます。緊張しちゃって、はい、ありがとうございます。いやーすごい、はい、じゃああのもうちょっとあと、そうですね、20分ぐらいですよね、はい、ちょっとここから割とフリートークに近いんですけど、獅子座流星群の話からいきますか、はい、じゃあそうですね、はい、もう11月の、今週の土日に極大日を迎えるんですけれども、はい、まあ、流星の写真さっきちょっとお見せしたと思うんですけれども、シャッターを開けてる間にこうピュッピュッとこう流れる、うん、まあ、線の方に、線のように映るんですけれども、はい、撮られたことってあります？たまたま入ったことはありますね。たまたま。たまたま。もう全然意図せず。意図せずっていうか、まあそうですね。流星群の時に、まあ、撮りに行けたところはあったんですけど、はい、ずっと連続で撮ってるの中の何枚かに入ってたっていうぐらいで。ああ、なるほど。1枚の中に、ね、たくさん入ってくるとまたかっこいいんでしょうけど。まあそれは、そうですね。まあ流星の撮り方を少しご紹介すると、はい、あのカメラの、ちょっとこれつなげますか？ああ、つなげましょう。はい、せっかくなんで。ちょっとカメラの今つなげて露出を、はい、ここから実は裏話で全く
打ち合わせなしのトークです、ね、ここは15分間ぐらいは。じゃあちょっといきますか。あ、出るかな。ね、画面に出ちゃう、あっちの。あ、出てます、ね、はい。流線の取り方というか、まあ、基本設定の話に戻るんですけど、こう、あ、間違えた。まあ、30秒、さっきの基本設定ですね。はい。まあ、30秒の、これの、まあ、F3.5 から1段ぐらい、まあ、まあ、仮に 4.5 にしますね、じゃあ。はい。はい、4.5 にして、まあ、これを元に、こう、基本的に成形写真撮るんですけど、まあ、この30秒録音した間に、流星が流れるって、うん、ちょっとかなりラッキーですよね。なんで、これを実は、なるべくですね、長くすると思う、と思うんですけど、ちょっと短くするんですよね。短くするんですよ。短くして、まあこれもそうですね、短くするので、絞りますか。絞る、ね。で、何が言いたいかっていうと、とりあえず感度を高めにし、はい、実は秒数を短くして、うん、ガンガン連射で切ってた方がいいんですよ。なんでか分かります？なんでですか？あの、30秒録音してる間に流星流れますよね、はい、例えば1秒目に流星流れて、あ、画角の中に映ったんじゃないかと思いますよね。うん、また29秒録音しますよね。まだシャッターまだ開いてますよね。それじょその録音してる間に、じゃちょっとあのなんだろうな、その映って録音してる間に、まあ、かなり明るい流星だったら画面に残ってくれてるんですけど、細いのだとですね、あのなかなかその録音した間ちょっと分かりづらくなっちゃうんですよね。感度を高めにして、こうシャッターの回数を多くすればするほど、まあ、感度が高いので、つまり星がよく映りますよね。か細かい流星、まあ、小さい流星もちょっとはっきりするわけですよね。だから感度を上げてこう星の、まあ、当然星をたくさん映して流星、細かい小さい流星も明るみに映すっていう、まあ、そういったことが大事なので、実は感度を上げてシャッタースピードを短くしてバシバシ撮ってって言うと、実は流星を撮影できるチャンスが増えると。その時はもうなんか押しっぱなしみたいな連射にしちゃう感じですか？そうですね、こまめにこうやってる感じ。いや、これは大変な作業なので、まあ、先ほど言ったリリースロックしちゃってはい、まあ、あのカメラのモードをドライブモードですか、ね、ね、まあ、連写のモードにして、はい、まあ、ロックして切り続けるという流れですね、うん、まあ、そうすると、まあ、たくさん枚数を切りますので、まあ、当然バッテリーも必要なんですけれども、ね、はい、まあ、その間映る確率が高くなると、暗い流星もはっきり映るかもしれないというところですね、うん、リリースもですね、あのちゃんとしっかりロックしてから押さないとダメですよね、あれね。そうなんです、豆知識ですよね。押した後にあ、ロックするの忘れたと思って後からやるとその最初押してる間のやつっていうのはもうね、ダメなんですよね。そうなんですよね。それでね、僕一回やっぱり失敗したことがあって後からロックしたで、それで放置してたら最初の1枚しか映ってなかったっていう、ね、あ、失敗がありまして。そうですよね、わかります、非常に、はい、ロックしてからシャッター切りましょう。そうですね、はい、はい、ここでですね、慌てず、はい、そうですね。でちょっと獅子座流星群の話をもうちょっとすると、獅子座は基本的にあの今東の空に見えまして、で今回の獅子座流星群実は残念なんですけど、月明かりがありまして、はい、月明かりがあるとちょっと見える量の見る星の量が少なくなっちゃうので、ちょっと残念なんですけど、まあ、なるべくだから、月明かりが、地平線に落ちてきた時とか少し時間帯を選ぶということですね。で今回はだいたい午前の1時ごろ、ちょっと夜中は回っちゃうので厳しいかもしれませんが、夜中だと月明かりの影響も 最小限にして撮影できるので、なるべく東の空の夜中、まあ、周りが開けているところ、空が広く見えるところに行って夜空を見ると、でカメラも置いて、はい、で先ほど言った連写モードにしてもうバシバシ撮りながら自分はぼーっと空を見るというと、まあ、自分も見ながらしかも写真も撮れる、お得なことができるかもしれないので、まあ、まあ寒さにね耐えながらちょっとそうですね、まあ、今大変寒いので、ね、防寒対策とかってなんかされてますか？もうとにかく着込む、とにかく着込みますね、あの下着から何からあの、ね、もう下もズボンもあの、まあ、桃引きみたいなねタイツもちょっと履きながらそうですね、はい、まあ、暴風タイプの、ね、ジーンズなんかもあったりしますし、ああありますね、そういうのを着たり、とにかく僕寒がりなんで。あ、本当ですか？ただあれですよね、山とか登るとなると結構大変ですよね、その
登ってる間は汗かくでしょうし、上行ったら寒いでしょうし、そんなのは逆にどうしてる？そうですね、もうあの登山のグッズをうまく利用するんですけど、こうはまあ当然歩いていると暑いんですけど、そのまあ熱を外に逃がすインナーであったりとかを着込んで、まあね、それは保温性も優れているものなんで、まあ当然じっとしてたら暖かい状態が保ってくれるとか、まあそういったこう結構登山用具を普段の成形写真の撮影で着込んだりとかしてますね。まあグローブもちょっとあの登山用のグローブ、まあちょっと厚めのグローブの実はあのシャッター切るじゃないですか、まあ、こう切るときもありますリリーズ切るときもありますけれども、当然指は出てた方がいいの で、登山用の分厚いグローブの指部分だけ切ってます、自分で切っちゃう自分で切っちゃう、まあ、それはもう写真撮るように割り切ってもう実はそういった改造も少ししながら、一番自分が長時間外にいて写真を撮れるような状況にしてますね、そうですよね、本当寒いですよね、まあ、この時期だから今流星見てくださいね、撮ってくださいねと言いましたけど、風邪ひかないでくださいねっていうもう本当にそれをまず最初に言わなきゃいけなかったですね。はい、なんかあのさっきちょっとお聞きしたのは回路の話で、はい、なんかあの、まあ、使い捨て回路はあんまり役に立たないという話がありましたけど、なんか挟み込むとこう、そうなんですよ、これはあの私も実は人づての話なんですけど、あの回路1個だと、まあ、当然一肌ぐらいの、まあ、当然握っていれば暖かいんですけど、こう曇り防止の話ですね、曇り防止、あの曇り防止のためにあの北海道を使ってやると、まあ、その北海道はちょっと熱が弱いのですぐに冷めちゃう、うん、ただその北海道を1個だけじゃなくて2個こう挟み込むようにするっていう、うん、なんかこうレンズがあったらこうレンズの上ともう1個下にもつけてぐるぐる巻きにするっていう、サンドイッチみたいな形にすると熱が自動するという話を最近私も知りまして、登山家の方に教えてもらったんですけど、びっくりしましたね。試してみる価値ありますよね。試してみる価値あると思います、だちょっと特殊な回路買わなきゃいけないのかなとか、うん、さっきヒーターとか言いましたけれども、じゃあもう自分の持ってる中でやりたいなと思った時にぜひこれは試してみていただければなと思いますね、はい、じゃあ今獅子座の話はそんなところで、はいはい、でも実は獅子座の話にプラスして話さなきゃいけないのがそのアイソン彗星なんですけれど、はいはい、実は獅子座って夜中の1時頃獅子座流星群ですね、夜中の1時過ぎぐらいに東の空見ましょうって言いましたよね、実はアイソン彗星大体同じ位置になるんですよ、はい、あ、そうなんですか、今じゃあ一緒に見れちゃったり、そうなんですよ、だから今度の流星群の観測の、まあ、ポイントの今週の土日なんですけれども、流星を見た後今度アイソン彗星もじゃあちょっと撮ってみようかっていうことができるんで、で探し方はあのコメットブックを、さっきのアプリですね、そうですね、はい、あれはすぐ出ますかね、はい、あ、本当ですか、あっちのあのあれ、ちょっとこれでまず、はい、こちらじゃあつなぎます、はい、ちょっとコメントブック先ほどご紹介したんですけどもう一度、今はまだですね、ちょっと待ち、はい、ちょっと待ちください、はい、コメントブックは一応時間と日にちを操作することができるんですけど、明日は10、あ、今週の日は11月の 10?7とかですね、の朝方ですよね、はい、分かりづらいですか、いいですか、じゃあこっちの画面にちょっとコメントぶっかわせましたので、ヒントありますかね、はい、ありがとうございます、今、はい、11月18日、まあ、今週の日曜日になりますね、日曜日の、朝4時54分、うん、鹿島さん起きていってくださいね、この時に、方角東になってますよね、はい、はい、でここに実は獅子座って書いてあるの分かります、ピンと合うかな、まあ、獅子座流星群のよく一番見れるところ、まあ、獅子座がここにあるんですけど、この下実は2本尾があるんですね、はい、これ実はあの両方とも水星なんですけれども、はい、このアイソンって書かれてると思うんですけれども、この獅子座流星群を見た獅子座のちょっと下のところに火星がありまして、火星は本当に明るいので結構都内とかでもはっきりと分かると思うんですけど、獅子座を見たらまず火星を探してその火星の下の方をたどっていくとアイソン彗星があると、へー、こういった実は位置関係にあるので、もう 両方こう見る視点を見る方角を変えることなく頑張れば両方探すことができるっていうことですね、で地平線に近い感じなんですか、はい、そうですね、この緑のライン、まあ、今この画面だと白っぽく見えるかな、このラインが地平線を表してまして、
で、まあ、地平線のちょっと上にアリソン水星があるっていう形ですね。やっぱ開けたところが、ね、おすすめですね。おすすめですね。はい。うん、まあ、まあ周りでこうもし開けてるところがなかったら少し移動していただく必要はあるんですけれども、おすすめはこう海、やっぱ海ですかね。うん、この前実は犬吠埼とか、あっちの方に行って、アリソン水星撮影もしてきましたし、はい、まあ、完全に東が開けてますので、はい、もしその東が行ける開けたところに行けるということであれば、流星観測もそこで行いつつ、まあ、朝方や朝迎えるまでの間アリソン水星を撮って楽しむとか。なるほど、はい、で今明るさがですね、大体5等級ぐらいと言われてまして、まあ、肉眼で見えるギリギリぐらいなんですけれども、はい、まあ、それで撮影もするとなると、今ちょっと水星の特徴は、まあ、ちょっとこのコメントブックを見ながら説明するとなると、あれですけど、バッとこう線が伸びてますね。この線をテールというふうに言います。水星の尾っぽの部分ですね、はいはい、尾っぽの部分を写真として残すことが非常に水星写真の醍醐味かなと思うんですけれども、今その彗星まだ近づいてきている途中なので、写真を撮ってもそんなにちょっと標準レンズとかだとですね、小さくてまだ尾っぽもよくわからないかなと思うので、撮るとしたらやっぱり望遠レンズが少し必要かなと思います。だいたい 150mm とか、はい、200mm 程度を基準目安にしてもらいたいなと思います。で、朝方なので夜の撮影に比べると多少あの露出時間を短めにして、はい、まあ、朝方の撮影と思ってくださいね。露出を短めにして望遠レンズをつけて、この火星の付近、まあ、火星を探して、まずその下の方をバシバシ撮っていくと。バシ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 、はい、これは撮るべし撮るべしって感じなんですけど撮っていって、撮った写真を拡大していくと、ぼんやりとした尾が伸びている彗星を発見することができると思うので、はい、これはあの本当にお持ちのもしカメラとレンズと三脚とリリーズ、うん、まあ、成形写真を始めるスタート部分の機材があればおそらく誰でも挑戦できるかなと思います、はい、ちょっとじゃあモニターを切り替えますか、はい、なるほどなるほど、はい、結構じゃあ一晩中頑張れば両方撮れるでしょ。そうなんですよ、夜ずっと流星を撮影し、朝もしアイソン先生まで撮れたら万々歳という、挑戦する気になりました。お天気ですね、あとはね現実的な話をまた戻しますね、またお天気ですね。でも良さそうです、なんとなく今あのこの始まる前にちょっと調べましたけど、はい、大体晴れそうなんでいけるかなと思って、もしでもかなりいい望遠レンズ出されてるんで、モニパスさん、そうですね、うん、まあ、成形写真は基本的に広角のレンズを使って撮影しますけど、はい、水星は望遠レンズをちょっと使うっていうのを少し覚えてもらいたいなと、はい、思います。 75mm の F1.8 とかもうおすすめです ね、 ね、はいはい、まあ、この獅子座流星群とはちょっとあのこの期間限定のイベントですけれども、アイソン彗星は実はもう少し長く、撮ることができまして、11月の29日に近日点というのを迎えます。で、近日点というのは、太陽に最も近づく日を表すに言うんですけれども、それが11月29日ですね、はい、でそれを過ぎると実はまた太陽から徐々に徐々に離れていってしまうんですね。ただその間継続的にこう観測であったりとか撮影もできるの で、はい、でその期間がだいたい12月の中旬から末ぐらいまでかなと思います。こうじゃあ長い期間チャンスはあるわけですね。チャンスはありますので、はいはい、あのもう今週撮んなきゃいけないからドタバタドタバタ済んでなくて、まあ、もう少しあの12月に入ってからでも楽しめると思うので、うん、はい、ぜひ、まあ、どんどん寒くなりますけどね。そうですね、はい、ね、いやでも、ね、いろいろ知識があるとね、こうやっぱり広がってきますよね。そうですね、ちょっと勉強しないとですね、これ星の勉強も星の勉強楽しいですね、まあ、あのでも無意識に多分ですね、あの写真撮ってて、うん、こうあれ星が昇ってるとか、ね、今度撮ってみたら星が沈んでるとか、ね、結構もう撮りながら勉強してたんじゃないですか。そうですね、ね、多少はね、あの前に比べればですけど、はい、まあでもまだまだ全然ダメですね、はい、まあ、星の勉強するのとやっぱ星座配備版とか、うん、まあ、そういったツールを使ってやると分かりやすいかなと思います、はい、じゃあこれだともう今回お話しした内容はもう基本的なところがメインでしたけど、ぜひチャレンジしていただきたいですね。そうですね、はい、本当にお持ちの機材で気軽に始められるんだなって思ってもらいたいなと思いますね。
でまたね、はい、あの次回は今日ちょっとご紹介できなかったんですけど、もうこれずっと置いてますけどね、はい、ずっと置いてますけど、これ何の紹介もしないってメーカーとしていいのかって話ですけど、これ、ね、もしこっちでもなんか小さい画面でも見せてあげたいかなと思いますけど、はい、まあ見てますかね、これポラリエっていう、これあれカメラみたい、ね、パッと見カメラですけど、パッと見こうカメラのボディに近いの、大きさもかなり小型なのが分かると思うんですけど、位置が分かんない、実はすごいす、ね、そうなんです、実はこれこんなに小さいのに、小型の赤道儀というものなんですね、はい、赤道儀って何かっていうと、星の動きを追いかけてくれる機構を持った機材のことを大体赤道儀と言いますね、うん、で天体望遠鏡用 の、 あの大型の赤道儀って、あのご覧になった方あると思うんですけれども、あれと全く同じなんです、これ実は動き方は、ただものすごく小型ですね、でこれはまあ、どういうふうに使うかというと、ここの、まあ、ちょっと今分かりづらいですけど、実はここの部分、この銀色の部分がスイッチを入れることによって回転することになってまして、この先に実はカメラを取り付けることになるんですね、はい、でカメラを取り付けて、スイッチを入れると星の日周運動と同じスピードであったり、その半分の速度であったりとか、はい、でこの銀色の部分がくる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 回転してくれるので、うこう30秒旅行してもあれ星が全く動いてない、点のままって、点のままって、ね、そういったこういうグッズが今話題なんですよ。だから天の川とか実はあの長時間露光すると、まあ、線になってしまうとモヤモヤモヤっと存在が分かりづらくなってしまうんですけど、まあ、こういった実は赤道儀を使って天の川撮影をすれば、長時間露光をしても天の川がくっきりと天道で映ると。さっきあの冒頭というか私の写真の最初にお見せしたあの天の川のスペインで撮りましたっていう、はい、あれではこれ全部これ使ってます。あ、はい、でもうこれにもう本当にミラーレスがこの上にこう分かりづらいですけどこうつく感じ、うん、こう全てこう明かさない感じがあ、冷え気味になりましたね。でここにこの空白の部分に雲台がつくんですけど、まあ、この全て明かさない部分がカミングするというか、まあ今度12月の楽しみですね、ですね、じっくりとこれあの熱く語ったらもう2時間じゃ終わらないかもしれないんですけど、ちょっと、はい、またね面白い使い方もちょっとこの前教えてもらって、これすごいなと思いましたね。そうなんですよ、ここ実は穴が開いてるんですね、わかるかな、あ、見える難しい、ズームが難しくてすみません、ここ素通しになってて、この先に北極星をこうこの先に北極星を入れるとこれはちゃんと動いてくれるんですね。でこう大体こう角度がこうなるんですけど、あれ難しいこうなるんですけど、まあ、北極星はちょっと35度の高さにあるので、大体ポラリエもこんな角度になるんですけど、この前その今鹿島さんと盛り上がってたのがこれこう使うっていうね、あれ真横で使うんですね、これ全部話したいですね、まあでもお楽しみにしましょう、お楽しみにしますかこの実はポラリエを真横にして使って面白い作品が撮れるんですよっていうのはじゃあ明かさずにしておきましょう、大丈夫でしょう、明かさずにしてなんか全然こう話結構保留にしてますよね今回合成してますよとか言って、合成の手法も明かさずそうですね、そうですね、はい、じゃあちょっとまあいっぺんにねたくさんいろいろこう情報が入ってくるとね、消化しきれないということもあるんで、はい、ちょっと小出しにしているように思われるかもしれませんけども、まあまあ徐々にね、ちょっとそうですね、はい、まあ、ステップアップという意味合いも含まれてますからね、はい、まあ、まずはとりあえずカメラと三脚で撮っていただいて、で、まあ、これがあるとどうなるんだよというのはまた次回も、まあ、次回またお目にかかれることは本当に楽しみにしておりますので、はい、またそうですね、12月にまた12月のまた双子座流星群の前とか、ね、またおしゃれな時にやりますか、はい、じゃあ、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います、はい、それまでねちょっと、まあ、1回か2回はねぜひチャレンジしていただいて、そうですね、まあ、自分でやってみるとね、あ、こういうことだったなっていうのが分かりますんで、はい、それを踏まえて次回聞いていただくとまた多分吸収が違うんじゃないかなと思いますね、はい、ツイートの方でも明日の夜までにアーカイブよろしくお願いしますもう早速反応が、はい、ありがとうございます、はい、アイソン彗星の方のコメントもいただいてます、ね、ありがとうございます、はい、まもなくお時間となりますか、そうですね、はいはい、あ、コメントブックのご紹介はさっきしてたものなんですけれども、これはビクセンのホームページから実はそうなんです、ね、ダウンロードできますので、ちょっと今画面切り替えましょう、はい、
ミッキーが出ますよ、はい、はい、どこ行けばいいですかね、すごい、はい、トップページに行きましょうか。じゃあこれピクセルのトップページの画面ですね。これをこう下に行くと、なんと iPhone 生成の特設サイトもできてます。まあ、ちょっと今軽くじゃあご紹介だけ、はい、ちょっと崩れてます、大丈夫ですか。まあ、こういったいろいろコンテンツ盛りだくさんなんですけれども、実は iPhone 生成は11月から12月の上旬ぐらいまでは東の空なんですけれども、今度位置を変えます。はい、実は12月の後半になると見える位置が変わるので、そういった情報実はこっちに載ってますので、ぜひあの皆さんアクセスしてご覧いただければなと思います。要チェックですね。要チェックですね。で、推薦を取る方法も掲載してますので本当に要チェックですね。はい、これは特設サイトのご紹介で、ところぐーっと下に行くとですね、出てきましたね、水星の位置が分かるスマートフォンアプリ、コメットブックというのが出てきますので、ここの左下に、iPhone の方は Apple Store ですね、あ、ちょっともうちょい下かな、 Apple Store で、Android 携帯の方は Google Play からダウンロードできます。これどちらも無料なので、ぜひ皆さんアクセスしてダウンロードしていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。便利ですね、これね。便利ですね。はい、早速鹿島さんも入れていただいて。入ってます。あ、入ってます。ありがとうございます。もう家でじゃあもうガンガン見て予習を。そうですね。これなんか GPS も入ってる。GPS も入ってます。ね、なんであの普通のあの星座を見るというか、星座を探すためにも使えるというものですね。はい、はい。はい。アプリのご紹介ありがとうございます。いえいえ、はい、というところで、はい。はい、今日は一応まあこのぐらいにしておいて、はい、また次回ですね。次回、はい、一応次回はその比較名合成の話と、うん、このねプラリオを使って、プラリオを横に、はい、まあ、横に使うやり方ですね。裏技というか、裏技というか今流行りの横使いみたいな、そういった使い方もちょっとご紹介したいなと。あとね、あのタイムラプス動画ですとかね、まあ、その辺もご紹介できればと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、で大体そんなところで今日は、はいはい、2時間ですね、ちょうど2時間になりました。どうもお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。